はい、皆さんこんばんは。アークタイムズ・ザ・ニュースの時間です。司会の緒方俊彦です。よろしくお願いします。はい、同じくアークタイムズキャスターで東京新聞記者の望月いとこです。よろしすくおい願ませいん。します。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。今日は青木治さんに再び旅行していただきまして、ありがとうございまはい、よろす。しくお願いします。お願いします。はすいません、冒頭ちょっと始まるのが遅れちゃったんですけれどい。も、パワポがですね、表示されなくて、そのためちょっとパソコン再起動したらきれいに直ったので申し訳ありません。ここからちょっと気を取り直してやっていこうと思います。で、早速ですけれども、青木さん、週末にですね、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子社長がですね、謝罪の動画を出すということがあってですね、で、そこから2日間ですね、そのニュースが大きく報じられているわけですけれども、その藤島社長のですね、動画っていうのはどういうふうにご覧になりましたか？見てないです。見て見てない。ない。ちょっとじゃあおお、今流そっしかまそしょっうか。か。じゃあ流しましはょい。じゃあここで流しますね。株式会社ジャニーズ事務所代表取締役社長、藤島ジュリーでございます。この度は創業者ジャニー喜多川の性加害問題について、世の中を大きくお騒がせしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。何よりまず被害を訴えられている方々に対して、深く深くお詫び申し上げます。そして関係者の方々、ファンの皆様に大きな失望とご不安を与えてしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。大変遅くなりましたが、各方面よりいただいていた質問に対して、この後書面にて回答させていただきます。はい、藤島ジュリー景子社長、これは日曜日の14日の午後9時、解禁ということで、我々も動画の提供を受けて9時解禁で流した提供動画なんですけれども、冒頭で言ってたのはこの内容で、で69秒ぐらいあるビデオだったんですが、この後は、Q&A をですね、一問一答を社長名で答えているものが出てきて、というのが日曜日のジャニーズ事務所の発表の全体だったんですけれども。報道は見ました。記事はいやいや、読んもちろんだっ記て事いはう見こたとでよ。ね。記事は見たし、それからこの動画自体僕は見た、初めて見たけど、もちろん一問一答、一問一答っていうか、ジャニーズ事務所が発表した一問一答もどきみたいなものはもちろん全部読んでるし。どうなんですかね。それはいろいろ、それは言いようがあるでしょ。例えば、なぜ記者会見をしないんだとか、あるいは、この藤島ジュリー、今の現社長が 知らなかった、本当なんですかっていうのも含めて、それは突っ込みどころも満載だし、それから今日、僕が見た限りで言うと、朝日も毎日も社説を返したけれども、もちろんこれじゃ全然十分じゃない、ちゃんと向き合うべきだっていうのも、もちろんそれはそれでその通りだなというふうには思いながらも、多分今日のあれでしょ、そのテーマになるだろうけれども、この問題に関して言うと、そのジャニーズの問題であり、ジャニー喜多川、亡くなったね、戦後のある意味芸能界っていうものに、日本の芸能界っていうものに、そのいろんな意味で足跡を残した、ジャニー喜多川さんっていう人の問題でもあるけれども、と同時に、ていうか、もっとむしろ言えばメディアの問題だよね。それは、今回 BBC、僕が申し上げるまでもなく、その BBC が報道して、今年3月だったっけな、ドキュメンタリーをやって、そうそでのすね。後、望月さんなんかも取材されてたけれども、元ジャニーズジュニアのカウアン・オカモトさんだけかが告発をして、こういう状況に至ったわけだけれども、
まあ、その BBC のドキュメンタリー僕も見ましたけれども、でこれはもう僕はいろんなところで書いたり喋ったりしたので繰り返しになっちゃうんだけれども、まあ、BBC のドキュメンタリーの最後のテロップっていうかコメントで、この問題は別に秘密じゃなかったと。で秘密じゃなかったけれども、だからつまりこの性加害問題の問題と同様か、まあ、ある意味それ以上にその沈黙っていうものが問題だったんだっていうようなことを BBC がまあ書いて、のテロップっていうか最後のコメントにあってね、まあそういうことなんだろうね。まあだから僕は別に芸能メディアが低いとか高いとか全く言うつもりなくって、まあ今日そういう話できればいいと思うけれども、芸能ジャーナリズムってある意味で、まあ僕は政治ジャーナリズムなんて僕は基本的にクソだと思ってるので、政治ジャーナリズムなんかよりももっと面白いっていうか、本当にそのいろんな役目がある、まあかつての竹中朗さんだったりとかも含めてだけれども、そのだから別に芸能ジャーナリズムがダメだとかあいつらダメなんだっていうつもり全くないけれども、このメディアの、まあ、日本の戦後メディアに通底をするこの、まあ一言で言えば強いものに弱くて弱いものに強いっていう、まあメディアの問題っていうのを、まあおそらくこのアークタイムズでは、まあアークタイムズに限らないけれども、やっぱり問うべきなんだろうなっていう感じですかね。一番初めに、なんだっけな、1990年代に、うん、ジャニーズ事務所の元ジュニアの方が告発本なんかを書かれて、うんうん、もっと前じゃないの、北浩二さんが本を出したのってあれいつ頃だったんだろうな。あのフォーリーブス、そうですよね、の北浩二さんが出したのは多分もっと前だったんじゃないか、90年ぐらいですかね、うん、9年前後ですよね。そうだよね、はい、だからそれもあったし、まあだからある意味で、で例えば文春もそうだけれど、まあ、僕が非常にこうなんていうのお世話になったっていう意味で言えば、噂の真相なんかもこの問題はかなり早い段階から、うん、まあこの問題に限らずだけれど、ね、そのジャニーズ事務所のことは返すわけで、うん、まあだから文春、噂の真相、あるいはいくつかの告発本みたいなものは90年代あるいはもっと前からおそらくその業界の中では知ってる人は知ってたわけで、うん、そういう段階で、まあこれね、まあメディアを別に擁護するわけじゃないけれど、いくつか多分こう語っておかなくちゃいけない前提条件があって、一つはやっぱりその最近のね、こう MeToo っていうかね、ジェンダーの問題、あるいはその LGBTQ って言われるような、まあ、性的少数者の人権問題っていうのがこの10年くらいで、ね、一気にこう急激に世界的にそのこうなんていうのかな、バージョンアップされてきていて、僕自身ね、特に例えばジェンダーの問題にしたって、性的少数者の問題にしたって、僕自身それをすごい問われる立場でもあるから、まあ一概にね、その90年代にやらなかったのはなぜなんだ、メディアが悪いんだっていうふうにメディアを断絶するのは難しいところはあると思うんですよ。だからで特に芸能界の問題だし、男性が男性に対して性暴行するっていう問題をどう扱うのかみたいなところの難しさみたいなのは、はい、おそらく当初はあったことはあったと思うんだけれども、でも少なくてもやっぱり文春が、特に文春が90年代後半くらいにやって、まあ、2000年前後に裁判でもね、こう問題化した時点、あるいはこれは大畑さんの方が詳しいと思うけれども、これ僕別のところでも語ったけれども、例えばカトリックのね、アメリカのカトリックの聖職者、神父たちが その少年というかね、幼児に対する、まあ、子供に対する性暴行をやったって言われるボストングローブのスクープがあったりとか、スポットライトの映画になったんですよね、あるいはその MeToo っていうかね、あのワインスタインの問題なんかをニューヨークタイムズなんかの女性記者たちが暴いたっていうような問題があったあたりの段階で、まあ文春も含めてだけれども、どっかのメディア、あ、文春含めてとか文春がやったことなんかを受けて、どっかのメディアでもう少し書いてもよかったとか書くべきだったんだろうなっていうところはやっぱりあるしね。だからすべからくやっぱりメディアの問題っていうのは問われるんだろうなっていう気がしますよね。特にこの MeToo 運動、今は素敵なあった2017年以降ですね、メディアも日本のメディアも大きく書いたわけですよね、この話については、うんうん、でこのアークタイムズでも何度か指摘してるんですけれども、うん、まあ今回のジャニーズ事務所の問題っていうのはまさにこれと似た構図、うん、
しかしながら子供に対する性暴力であるっていうのは非常に重い部分だと思うんですよね。だからこそ、みんな昔のタイミングであれば書かなかったとしても、もう少し数年前のタイミングでは書くべきでもあったと思いますし、BBC が3月に報じた時にもうちゃんと書くべきだったと思うんですよね。でもその時も結局 BBC の会見私も行ったんですが、その時に報じたのは翌日の翌NHK 日ですよね。ああ、これはあれですね、カウアンさんの、最初ここの告4発月会見、124月日。12日の日本外国特派員協会での会見ですよね。それをどう流したかというと、まず BBC については、3月 BBC の会見については、朝日がグローブっていうところでちょっと書いただけで、あとはみんなほとんど誰も報じなかったんですよね。で、4月になって、4月12日のカウアンさんの会見で、これぐらい、まあ3社っていうですね、我々の業界で言うと、まあ、目立たないところ、社会面でも、に、まあ、押し込めるような感じが印象的で、テレビもほぼ黙殺。ただ NHK 翌日の午後4時になって出すっていうですね。まあ、その後テレビも少しずつネットでやったりはしましたけれども、1週間遅れぐらでいすよにね。ね、23とかサンデーモーニングもやったなっていう感じで、でしたよね。非常に沈黙が長かった。だから空気が変わったのは、その社説で朝日が毎日が書いてきたのは、やっぱりジュリーさんの先ほどの1分動画とどうだ。A4 版ね、5枚の相手側が認めるとかね、もしくはその最高裁ではね、高裁地裁で確定するとかね、声を上げた時に本当に扱いが異常に小さい。それはまあ東京新聞で言っても、いや大体伊藤詩織さんの場合はね、不起訴になったと。でもこれが不起訴相当になるのはもう99%ないんだからという、結局だからその後ろ盾がない限り、当時言われたのが、まあ、元 TBS のワシントン支局長だった山口さんがね、我々を提訴しかねない。常にこう被害者の側でなく、何かの権威づけとか相手側が謝罪を示すとかね、で雪崩打ったように始まったなと私はまた逆に思うんですけど。まあ、伊藤詩織さんのケース、まあ、似てる部分ももちろんあると思うんだけれども、まあ、今回の場合の方がもっと、伊藤さんのケースってのはおそらくその、ね、こう証言が食い違うと、で、まあ、ある種こういう言い方するとものすごい語弊があるけれども、民事の問題であってなかなか書きにくいっていうのは、これは別に肯定するわけじゃないけれども。そのメディアとしてなんとなくわからなくもないんだけれども、まあでも本来は刑事であったわけですけどね。まあそもちれろんもちろをん、まあ逮捕状が出てたにもかかわらず、そうだね、それが止められるっていうちょっと極めそてこ異は例のそうだ展ね。開があって、ただメディアからすると刑事じゃないからっていうこともあいうこる。とを一つの理由にはしてましたよね。この件に関して言うと、まあだから 今更別にそのなんかこう逆資源にもなんかものを言うのもなんかこうおかしな話でね、まあその大手芸能事務所っていう、その特にテレビ局あるいはその例えばスポーツ紙、あるいは出版社、まあ例えば文春とか新潮社とか、そのある意味こうその総合出、まあ、もちろん総合出版なんだけれども、漫画だったりとかファッション誌だったりとか芸能誌だったりとかみたいなところがない出版社を別とするほとんどの出版社、あるいは新聞社も、まあ、逆に言えば俺東京新聞なんかはなんでやんなかったのかなと思うんだよね。だから例えばさ、だって朝日とか毎日とか読売もそうだと思うんだけど、例えば出版があって、例えばあいらにしても週朝にしてもこう表紙に使うとか。まあ、こあるよれ、ね、名前サンデー言毎わな日いとけかど、も。例えば朝日だってさ、ジャニタンがいたわけじゃん。いますよ、まあ、今でもい今でまもいるす、よね。いいたわるけでし、しょ。今日ちょっと注目したのは、その担当者が書くんだなと、このタイミングでは、一面の本気は。でも、それは私は、まあ後で話しますけど、どうかなとも思ったんですけれども、全く無批判で書いてきた人たちがいて、で、その、ジャニー喜多川氏が亡くなった時にも、相当なやり取りがあって、その一言それを加えるか加えないかで相当議論があったというのは、僕会社を辞めた後でそういう話は聞いたんですそけのど、2019年のことです時か、そにれ。朝日の中でも、その一行入れるか一をめ行。ぐって、その
担当者はものすごい抗議したという話をつい最近聞きましたね。それは2004年にこんなあの最高裁で確定してた。だからそういう性加害疑惑があったってことをちょっと入れるのにすごく現場抵抗したことがあったと。現場の記者がってことですよ、うん、いやだからそれは僕自身その芸能問題を取材したわけじゃないけれども、そんな経験いっぱいありますよテレビ局で仕事をして、例えば直近で言ったらね、まあ、サンデーモーニングっていう番組でこのカウアンさんの記者会見を取り上げたんですよ。多分あれはどうなんだろう、僕あんまり政治にちょっと分析してないけれども、うん、民放では多分トップだったのか、トップ9、うん、まあ一番早いくらいのタイミングだったか、まあそんな長尺じゃないんだよ、1週間の中の1本なんだけど、で僕がコメントをしてでやったんだよね。それがその比較的早かったと思うんだけれど、うん、でもそれでもかなり TBS の中ではこういろんなこう、まあ、こうハレーションっていうかがあって、うん、で普段だったらまあよかれやしかれ僕がコメントするとスポーツ紙なんかがまた青木が変な持論を展開したみたいな、こうこたつ記事が山のように出るのに全く出なかった。この件に関してはこたつ記事が一本も出なかった。そうだ、これは興味深いですね。いやそれはそれにこたつ記事の主な生産者であるスポーツ紙が全部その書かないからでしょ。だからそれは別に僕に対する忖度でもなければ、サンデーモーニングに対する忖度じゃなくて、ジャニーズ事務所に対する忖度が効いてる、完璧に効いてる。それわずかだって2週間ぐらい前の話だよ。それがまあこういう形でその社長がこういう動画を発表したら、次の日の朝刊は副だったよね、スポニチ、東中もそうだし、スポニチもそうだけど、何しかが一面トップにするっていう、まあまあ見事なほどの大本営だよね。だからやっぱりその巨大芸能事務所、まあ巨大芸能事務所だけじゃないけれども、巨大芸能事務所に対するこの多分ね、ジャニーズの側のね圧力はもちろんあったと思うけど、歴史的にはね、でもまあ完全に忖度だよね。ひどいもんだと思う、最悪だよね、最悪ですね、うん、まあもちろんそのテレビはね、視聴率、ジャニーズタレントが出ると爆上がりというのは聞く話ではあるけど、とはいえね、この青少年への加害犯罪ということを前提に、そこがそのね、あのテレビ的なジャニタレで稼いでる視聴率の利益ってところを上回れるのかってね、そっちが上回ってるところですね、ジャニーズタレントの。まあそれはそうでしょう。だって僕はあんまり詳しく知らないけど、例えば朝日新聞で言えば、そのまあ朝日新聞本体はともかくとしても、まあ本体だってね、最近は本体だってお正月とかの特集の時にはジャニーズタレント使ってますし、そうだよね、はい、だからで、あるいはね、週刊誌だって例えば週朝、今月いっぱいでなくなっちゃうけれども、週朝であったりとか、うん、アイラであったりとかみたいな雑誌に表紙に、まあジャニーズに限らないけれどね、うん、そのジャニタレみたいなのを使えば、それで結構売り上げがポンと上がるみたいなところもあったわけで、でまあただそういうのがある一方で、でもおかしなものはおかしいっていうふうにきちんと言うっていう、まあごく常識的なこう機能みたいなものがなんでこんなにないのかっていうあたりっていうのは、僕はなんていうのね、はっきり言えばごめん、あの僕はもうマスメディアやめてから随分経っちゃうからあれだけど、理解はできないよね。ただしマスメディアの片隅でそのテレビも含めてだけれど仕事してきていて、まあある意味でそのまあまあ今日どこまで話すかどうかいろんな場面でぜひ、はい、いや、まあ、こんなになんていうのかね、その忖度するんだなっていう場面は、うん、それはたくさんあって、いや実際忖度もそうですし、その青木さんが三文字でコメントされたのは、確か4月24日にジャニーズ事務所が関係者各位に対してコメントを出して、それ我々がアクタイムズが最初に書いて、望月さんが書いてっていうのがあって、その日の夜に TBS のニュース23が報じたんですよね、それをね、あの長く報じて、結局トップ2項目目かなんかで報じたんですよ。そこから TBS の報道姿勢が変わって、というのは TBS は4月12日のカウアンさんの会見にカメラを出してないんですよ、うん、来てなかったんですよ。だから今でも見ると分かるんですけど、うん、FCCJ ってクレジットが入ってるテレビ局は来てないんですよね、うん、
で、今日ちょっと見て驚いたのは NHK も入ってるんですよね。NHK も来てない。でもあの時ディレクターいたのにって、記者、あ、カ説メ明、ラがうん、回ってないかったんですでか？も昨日の NHK の報道を見ると FCCJ のクレジットが入ってたんあ、で、そ自う分たなちのんカメラだ。来て来なてい。ないんだ。カメラだけはね、絵だけはね、撮ってけっていうのがあるんだけど、それさそえれすら、出せなかっだからそれはしないっていう、もう絶対報じないぞっていう強い強い意志ですよね、それは。なんか民放で聞いたのは、どこどこにカメラだけって書いても、ほら、カメラ行かせるってことがバレちゃうから、それさえやるのもはばかられるテーマがあるとかって聞いたんですよ。つまりそのカメラ行かせてね、絵だけ撮っ、その後ね、今できなくても、その5年、その1年後、2年後どうなるか分かんないじゃないですか。だから、だけど撮ってなきゃ使えないので、でもそれを出す時も、やっぱりダメだっていう時言われることがあるし、出すことでまた目つけられることもあるのは聞いたことがあるんですよ。でも TBS はそこで4月24日の夜から姿勢を大きく変えて、ニュース23でやり、日曜日の三文にでもやるっていう、主要番組でやるっていうふうに、すごく方針が変わったんですよね。そうですね。昨日のだからこの「ニュースそうですね。23」、はい。昨日、一昨日かは、昨日ですね。昨日あ、ですこれか、は少し前ですけ少れしど前でしも、たっけ。なのでやっぱりメディアの今日特に話したのは当事者性っていう意味で、まさに青木さんがおっしゃってるところなんですけれども、私も BBC の会見に行った時にですね、その沈黙の壁っていう話はされてて、で、その場で私も質問して、彼らはメディアもその沈黙の壁の一部だということを言ってるわけですよいやいね。や、てかメディアが沈黙の壁の主犯格だ。だから、ドキュメンタリーって2つあって、1つはその元ジャニーズ Jr. たちが告発してるっていうこと。で、その子たちがまだ一種のグルーミングのコントロール下にあるんじゃないかと。一方で、それを報じないメディアのおかしさっていうのが二大主要テーマになってたわけですよね。で、そういう意味でも、やはり今回ですね、の報道にあたって、どうやってそれぞれのメディアが当事者性について語ったのかっていうのは、私は非常に重要だと思ってて、私も BBC のその会見では、まあ最初質問した時に、まあ、自分自身も聞いてて沈黙の壁の一部だったなと思ったんで、僕自身もそうだし、申し訳ないっていうことは言ってから質問したんですけど、まあ、司会者からはお前の質問何なんだって言われちゃったりはしたんですけれども、やっぱりでもそこから始めないと、ちょっと他人事のようにして質問、言えないなと。僕自身は経済部の記者で持ち場は遠かったわけですけれども、もっと興味を持つべきだったし、もっと社内で声を上げるべきだったと思ったので、その話もしたんですけどもね。で、ただやっぱりこれって本当にメディアの問題なので、それをどうやってそれぞれのメディアが報じたかっていうところにちょっと入っていきたいんですけれども、これ TBS ニュース23の小川彩香キャスターですね。これは5月11日なんですけれども、だから先週ですよね。先週の、金曜日です金曜ね。日に、1万6000人のファンの方のそうで署すよ名ね。が、その日だったですよね。だから金曜日に署名を私、送りましたってことと、まあね、非常にジャニオタって自分のこと言ってましたけど、ジャニオタなんですと言ってたファンの女性と、男性ですけど、まあこれ、自分は、ホモで金と曜い日う、12日か、12日か。11日、あれ会見いつでしたっけ？ 11？ 金曜日だったような気がします。その日に確かしっかり流でしすたよようなね。気すがみしません、ます。ちょっと12日、ここ、12日ですね。12日。11日になる。すみません、12日ですけれども、これは、その時に、その1万6000人のファンが、ジャニーズ事務所の対応を求める署名をしたというニュースと一緒に、橋田さんという元ジャニーズ Jr. の方と、カウアン・オカモトさんの2人の独自取材を交えて報じたんですよね。で、最後にこの小川さんがですね、こういうふうに読んでもらってもいいですか、本ああ、当さん。はい。カウアンさんはジャニー氏の疑惑について当時からメディアが報じていたらジャニーズ事務所に行くことはなかったとも話されていました。果たして報道機関はどれだけこうした被害を報道してきたのか。少なくとも私たちの番組ではお伝えしてこなかったという現状があります。その中でこのカウアンさんの発言は非常に重く、この言葉には向き合わなければならないと感じています。今後番組ではこうした訴えをしっかり受け止め、報道していきたいと考えています。ことで、まあ、これは話題にもなりましたし、やはり当事者としての問題に、まあ、きちんと向き合ったと言えると思うんですよね。で、まあ、TBS 自体はそれまでは先ほども指摘した通り、
4月12日の会見にはカメラさえ出してなかったんだけれども、ここで方針転換をして4月24日から報道し始めてですね、この小川さんのいち早い、まあ、自己反省というかですね、自らにも焦点を当てたメディアとしての責任に触れたというのがあったわけですよね。まあ、このだから署名を渡したという方のうちのその男性で、まあ、自ら LGBT だというふうに発信されてた男性いたんですけど、その彼は強烈に今マスメディアのマスメディアと、ジャニーズ事務所の癒着があったんだとしか思えないと。なぜなら、まあ、先ほど言ったけど、ね、ご指摘ありましたけど、今調べたら1967年に、女性自身で報じられたのが、まあ、一番早かったことらしくて、その後に北さんの1988年の書籍が出てきてと、うん、まあ、だから60年代ぐらいからその話はあって、うん、88年にはまさに告発本が出て、その後もいくつか告発本出てるんですよね。だから私もなんとなくそういう話は確かに聞いたことはあるなという気がするし、でもこの間会社でも話してましたけど、なんかそれが所詮、まあ、芸能の中での、まあ、スキャンダラスな話で、なんていうかな、新聞、まあ、共同通信は当時どういうふうに動いたか分かんないですけど、90年代になんか所詮その週刊誌で騒いでる話のような、私も受け止め方を支局なんかでね、虐待とかいろんな事件を取材してましたけど、なんとなくどっか人ごとの事件のような受け止めをしてたかな、ただそういうような、まあ、疑惑というか、だから聞いたことがないってことは全くなかったなと思って、ただそれを本当に真正面からまさにそのマスメディアが取り上げるってことをしてこなかったじゃないですか。でその LGBT の男性は全くその2004年の最高裁の判断が出た時、どこも報じてないのかと思って記事を検索かけたら、朝日新聞と毎日新聞だけは書いてた、だけどベタ記事だったっていうんですね、扱いとしては。だから多分新聞という組織の中でも、まあ芸能に関しては報芸に任せて、そのスキャンダラスな話自体が何て言うかな、どこかこう社会部が扱うようなテーマからかけ離れてるかのような考え方をしてたかなっていう感じが私もしてて、ね、どうだったですかね。いや僕ね、もちろんその望月さんが言うのも小川さんが言うのも分かるんだけど、うん、僕もっと根本的な問題っていうかね、うん、マスコミって何なのかなと思うんだけど、うん、マスコミってね、そんな例えば分野だからさ、まあもともとそんなにこう清廉潔白でもなければ、ある意味で何ていうのかな、こう綺麗事でも語れないようなところがあって、うん、まあある意味でさ、面白ければやるじゃんっていうところが本来の行動原理であるはずなわけですよ。うん、でその例えばそのジャニーズだから、例えばその芸能人、まあ例えば芸能報道っていうか芸能ジャーナリズムで言えば、その例えば芸能人が滑ったの転んだのこうスキャンダルを起こしたの、何ていうのかな、こういろいろ問題を起こしたの、薬物やったのって言えば、まあ死ぬほどやるわけですよ。で僕はそれがね、そのこうくだらないっていうつもりは全くなく、その刃がどこであろうと向くんだったら、ある意味こう健全とは言わないけれども、まあマスコミってこんなもんだよねっていうふうに思うわけですよ。ところが例えばこの問題っていうのは、さっき言ったようにそのジェンダーの問題だったりとか性的少数者の問題だったりとか、あるいは性暴力の問題だから、子供に対するですね、うん、だから人権っていう問題だから、まあ、ある意味僕もあるいはみんな誰もがいい意味でね、その綺麗事っていうか正義で物事を語るんだけれども、例えばじゃあジャニーズのねスマップの解散っていう問題なんかはね、そのある意味で国民的アイドルと言われている人たちが解散をするかもしれないっていうような時っていうのは、これだってテレビがやったら面白いに決まってるわけじゃない、あるいは週刊誌もそうだけどやったら面白いに決まってるのに、あの時は、まあ、これもまた週刊文春しかやらないわけですよ。で僕もあの当時某テレビの情報番組に出てたけど、1秒もやらないわけ、1秒も。つまりこのなんていうかな、こう別に歯食いしばってジャーナリズムを、あるいは芸能だろうが芸能ジャーナリズムの精神をっていうのを、もちろん一つのなんていうのかな、精神としては僕はそれは言いたいけれども、一方でお前ら面白がりのくせになんでここだけやらないんだよっていう、この不健全性だよね。つまり最初に言った通り、まあこれに尽きると思うんだけど、強気に弱く弱気に強いっていうね、要するに叩かれる芸能人っていうのは大体事務所が弱いとか、あるいはその水に落ちた犬はもっと死ぬほど叩けみたいなところは叩かれるけど、そうじゃない芸能人は叩かない、叩かないどころか触りもしないっていうような
この、なんていうかな、マスコミのこう上半身も不純だし、下半身も不純みたいな状況っていうのが、非常に僕は不健全だと思うわけ。で、確かに望月さん言う通り、その、こう、新聞っていうメディアが、その、そういう芸能の情報みたいなものっていうのを、なんかある種、こう、ちょっと低いものに見て、触らない、触らないっていうところもあったと思うんだけれども、ただ、例えば、まあもう亡くなっちゃったけど、あのサンデー毎日の北村はじめさんだったかな、はい、がサンデー毎日の編集長だった時にバーニングの問題に取り組んだりとかね、うん、でさっき言ったような竹中朗さんなんかが鍋プロだったりとか、はい、そのあるいはある種なんていうかな、芸能の世界の要するにこれ最高に面白いわけですよ。だってジャニーズってある意味でこれはもちろん今罪の部分がものすごいクローズアップされてるけれども、ある意味で戦後この国のエンターテインメント業界に功罪の功って言うべきかどうか別としても巨大な足跡を残しているその芸能プロダクションであり、かつジャニー喜多川っていう謎の人物ってこれだってマスコミ的に言ったらこんな面白い存在ないわけじゃない。なぜそれに対してそのなんていうかな、こうあまたあるこうジャーナリズムメディアが、日本のメディアがそれに取り組んでこなかったんだろうかっていうところも、だってあえてそういう言い方するけども、陳腐な本当にメディアのこう決まり文句で言えばね、光もあれば影もあるわけですよ、うんうんうん、その光も巨大だけれども影もものすごく巨大で、こんな面白いネタを目の前にしながら取り組まなかったっていう方が、そのメディアの病理としては、あるいはジャーナリズムの病理としては深い。だからね、この性暴力だ、この正義になぜメディアが沈黙したんだ、もちろんその通りだし、うんうん、それからそのなんていうかな、こうましてや少年じゃないかとでいうのもその通りだし、全くその通りだし、僕はそれで全く異論もないけれども、もっと言えばこんな面白いテーマになぜ取り組まないのっていうのは、まあだから宮台さん風に言えばなんだろうね、なんかこうチキンっていうか、総チキンからやね、ひらめきょろめのっていう感じになっちゃうよね、うん、だからね、その情報番組ワイドショー、僕はワイドショーってものの、もうこれも功罪あると思うけど、僕はね、視聴率が取れて面白いんだったら何でもやるんだっていうワイドショーだったらやってていい、僕はいいと思うわけ。それはどっちの権力だろうが、ある意味そのなんていうかな、こう下半身ネタだろうが、視聴率取れて面白いけど何でもやりますよって言うんだったら、あ、それはそれでいいじゃん。だけど強いものにはもう一切やりませんっていうような、ワイドショーだとすればある種病的だなっていう感じがする。いや、私は全くその通りだと思うんですけど、この話は本来じゃワイドショーなり情報番組で言えば、もう1ヶ月この話ばっかりやっててもおかしくないぐらいのテーマの話ですよね、うん、やらないですよ。だってよく前ありましたけど、じゃあママ友裁判とかあったじゃないですか、あれでママ友がどうやってコントロールされてたかなんてすごいやってたじゃないですか、ね、でもこの話はジャニー喜多川氏の、まあ、やっぱりエプスタインで言ったと時と同じような恐怖の館、その家のと家にみんながいて、そこで性加害が行われていたというですね、それは社会性もあるし、みんなが知りたいことでもあるわけですよね。でそれを報じることにも意義もあるし、その情報番組的に言えば視聴率もそれで面白いし、みんなの関心事である、関心事であるというのは私は大事だと思うので、にもかかわらずすごく沈黙していて、ちょっと驚いてるのは、これジャニーズ事務所が発表したら私もうちょっと変わるかなと思ってたんですよ。それがほとんど変わってないんじゃないかという気がちょっとしていて、ただね、やっぱり今日、うん、ちょっとそっちの話飛んでいくあれなんですけど、立憲民主党が、国対主体で合同ヒアリングというのを開いたんですけど、それは基本的に今回の、まあ、青少年の犯罪みたいなことについて、何のこれで法律で手当てできるようなものがなかったんじゃないか、児童虐待防止法とか、今、あれですね、これは今日、うん、立憲民主党が国会で、はい、河野岡本さんと橋田さんをに来ていただいて、はい、ヒアリングをやったんですよね。ヒアリングをやる。でその場で今こう写真出てますけれども、はい、川端さんと橋田さんが並んで、うん、自分たちの
その被害を訴えて、うん、今求めてることを説明したってことですよね。そうですね。ただ前提がですね、だからこういう話が出てきた時に守れる法律とかね、制度の仕組みを作るべきじゃないかと、そのために意見を聞かせてくださいっていう前提なんで、まあ、厚労省とか警察庁とかどういう法律があって、どこまでじゃあこういった被害があった時救える仕組みがあるのかっていう、そこをまあベースに話をまあ1時間ぐらい聞こうっていうやつだったんですね。動画少し流しますか。ああ、これがですね、あの動画流せなくて、後でちょっとこれもあのちょっと議論したいんですけど、立憲民主党がテレビだけにしかあの撮影を許さなくてですね、で私もテレビが撮影してもテレビはあの持ってるだけで報道しないじゃないかと立憲民主党にも言ったんですが、で立憲民主党の関係者は確かにその通りですねとみんな言ってるんですけど、でテレビのですね、今日 A4 クラブっていう国会の A4 クラブにも私電話して動画をくれって言ったんですけれども、そのクラブ以外には出せないと言われてですね、結局この間全然報道してこなかったです。テレビがこの動画を持ってて、それを立憲民主がネットメディア我々を取り締まってですね、でこういう形で非常に不自然な、これちょっと音声だけお聞かせしますけれども、これは1998年、の頃にジャニーズ事務所に入所しまして、13歳頃に、そういう性的被害といいますか、ことが起きました。まあ、合計2回ほどですが、自分にとってはすごく大きな、ありました。なんて言いますか、やっぱり、自分なんかがこういうこと言えるのかわからないんですけど、そういう子供たち、そういう13歳とか14歳、そういう子たちが、そういう被害に遭わない、まっすぐにエンターテインメントの世界をまっすぐに走れるように、そういう場を作るのっていうのは多分大人のやれることだと思いますので、僕もその部分に携わらることができればと思っております。そういう子どもたちを守れるのは、こういう大人の行動で、そういう環境を作ることだと思っておりますので、ぜひこの件が通ってしっかりとした法律として一個形に残ればと思っております。どうかよろしくお願いします。これですね、橋田さんのその話なんですけれども、はい、まあ、非常に真摯なですね、うん、やっぱり13歳14歳の子供がそういう目に遭っちゃいけないと、法律面でそういうのがないようにしてほしいということを言ってて、かなりですね聞いてると真摯なですね、真面目な切実な訴えなわけですよね、うん、これをテレビだけにしか動画を渡さなくて、ネットメディアは厳しく取り締まるっていう、まあ、ちょっと訳がわからないことをやってるなと私は思ってるんですが、で私その A4 メディアの人にも、A4 クラブの人にも、結局テレビで持ってても流さないじゃないですかって聞いたら、そうなんですよねって自分で言ってるわけですよね彼らが。ただ A4 はね、正直多分A4 の中で、シェアすることが決まってくるから、多分その漢字かなんかわからないですけど、来た方がじゃあ今回悪にはいいですっていうふうには、まあ、なってないんで、まあ、攻めるべきは立憲の国対山井さんと安住さんだと思ってますね。まさにその通りですね。ここは今後本当にちょっと意味がわからない、これだけ結局、まあ、なかなかテレビが報じられず、一番やっぱ動いたのは YouTube の動画だったり、ネット上でのファンのたちの声ですよね。それから一般の方たちの、なんでね、YouTube でこんなにいろんな動画出てるのに、テレビはやらないんだ、新聞もこんな扱い小さいんだとかいう、もうやっぱり SNS によって、やっぱり変わったっていう側面が大きいので、これ自民党はこういうことやるなら分かるんですけれど。いや、それもダメですけどね、自民党ね。だけど、立憲民主党は、これでそういう、ね、これだって国会の、立憲民主の国対の部屋でやったわけですよね。うん、それは、ね、みんなの税金によって賄われているところで、はい、それでこうやって意を決してきたカワンさんと橋田さんがいて、真面目に喋ってるのに、その映像について立憲民主がコントロールしてテレビにしか渡さないって、本当に私は憤りを感じるんですよね。で彼らはね、その被害者保護とか最初言ってたわけですけれども、じゃあなぜテレビの人たちはそれを撮っていいんですかと。我々だってそんな被害者がね苦しいところを流そうと思ってないんで、
もちろん生中継じゃなくてもいいですよ。でも終わった後でこことこことここはやめましょうねっていうことを話をして、それで出せばいいだけじゃないですか。それすらやらせてもらえない。だから中継でね、そういうシーンが出てくると問題だからとか、まあ、山内さんが私に言ったのは、カルト2世の子たちをやっぱりインタビューで呼んだ時に、なんでその晒し者のように流し続けるんだと、立憲にそのヒアリングをやった時にすごい批判が来たらしい。でもその批判ってもしかして統一教会から来てたんじゃないかって今思ったんですけど、だから被害者からの声を聞く時は流さないっていうのをもう立憲の国体として決めたんだっていうんですけど、でも流さないってテレビは流してるから全く意味がないじゃないですか。だからそこの被害者のためのっていうのは論理的として崩れてるわけですよ。でそれも私立憲の国体の人に言いましたけれども、うん、まあそれはそうですねってやっぱり感じだって、でも我々としてはこうしましたとしか言えないですと、うん、だから論理的に整合性が全く取れてない、うんうん、まあ、非常に残念だし、こうやって、ね、勇気を持って出てきた若い人たちに対して逆に失礼だと思いますよね、うん、そう、まあ、カワンさんは、橋田さんはちょっと気聞かなかったですけど、でもこれからメディアの方にも出てくれるので基本的に2人は大丈夫なんですよ。もしその、ね、カルト2世でやっぱり外に出るのが怖いって言うんだったら分かるんですけど、カワンさんなんかはいや YouTube 撮ってて流せるならいいですよって、まあ、そのテレビと同じように後で、ね、流すのはいいんじゃないですかって言ったけど、でも、まあ、それも立憲さんが決めてることなんでって言ってて、で、そうですね。あ、いくつかだからババッと説明をさせてもらいたいんですけど、この性被害2階のところから。今日つまり今言ったように、上の左の橋田さんは初めて多分公、単独の2-3のインタビューとかを受けてるんですけれど、初めてこう公の場に来られて、まあ、ってか多分記者は80人ぐらいはいたかなと。で、カメラは代表のフジテレビさんが回してて、代表質問の最後のぶら下がりの5分も、全くほとんど報じてないフジテレビの政治部記者が、まあ、なぜかインタビューしてるというのがありまして、まあ、そこで言ってたのは、まあ、13歳頃から、まあ、性的被害を2回ほど受けたと。で、キンキキッズとかのバックでずっと彼は踊ってたりされてた方らしいんですけど、今回その彼らを救うためにもし児童虐待防止法とかを改正できるなら、そういう自分たちのようなことが起きない法律作り、仕組み作りを完璧はできなくても、まあ、考えてほしいですと。で、カウアンさんも、子供がやっぱり自分の意思でその全て被害を受けた時に理解し解決していくのは難しい。で、2012年一番初めに15歳、中3卒業する直前に被害を受けたんですけど、あの時もおそらく告白しても揉み消されて、法律としても守ってもらえる立場にないと思ったと。で、これからやはり変えてほしい、変えてってほしいということと、それから、まあ、いろんな方面から見たり、なぜこれがね、こんなに明らかになるのが遅かったと思いますかって山野井さんが質問したら、まあ、おそらく芸能界の権力だったり、マスメディアが取り上げないっていう部分や法律がないとかね、いろんな難しい状況が重なってきたからだと思うと。だけど、ジャニーズ事務所がこうやって変わって、話題になって、まあ、ジャニーズ事務所がまあ謝罪したことで皆さんが騒ぎ始めたというのは大きいと思うんですけど、話題になり考えるきっかけになったと。だから、まあ、他にもセクハラやパワハラは、まあ、彼が聞いてるだけでも芸能界は本当にたくさんあるんで、そういった一個一個が前は言えない状況だったけど、言いやすくなったと思うと。で、安心感、いろんな人が安心感を与えられるようになれるといいと思うという話を、まあ、ちょっとされたんですよね。そういう意味では、ここに来てた記者の人の数が多いから、それは関心が高まってるってことを感じたってことですか？感じたし、つまり野党も今日はそのジャニーズ事務所側のまあ動画とか文章を見させてもらったけど、やはりもう少し客観的な調査が必要で、まあ、その野党としてももう少しその第三者的な調査ができないか含めて事務所にも求めていきたいとか、それから法律改正も児童虐待防止法って親を罰する法律なので、いわゆるその社会的に地位があって、親じゃないけど自分の支配下にあるような人を罰せられるっていう法律じゃないんで、だったら児童虐待防止をどういうふうに変えれば、それを対象者を広げるとかですね、どういうふうにやれば彼らのような被害者が声を上げられる仕組みになるかということをちょっと聞いてたんですよね。で、例えば今だと近所の人がそういう状況し、まあ、近所でも友達でも知ってしまった場合に、罰則、きっちりした罰則はないけど、通報通告義務っていうのがあって、そういったものをしっかり整えて広げることとかをやっぱりやればいいんでしょうかとか、これはまあ、立憲の後藤さんが彼らにこう話を聞いてどう思いますかってことを問いただしてたんですけどね。そういう意味では具体的にここからどういうふうに
法律的な面を改善できるかって話にはなってきてるってことですそうね。ですね、ここのね、2枚目のパワポで、この先ほど言った児童虐待防止法では、親以外の人には法律適用できない、で、橋田さんは、それであるなら改正してほしい、そういう動きがあるなら、少しは、自分の自身の心の中で決着がつくと、で、今、彼は独立して、プロダクションを作って、代表取締役になって、人を扱ってると。やっぱり自分がああいうね、そういう代表者に、加害を受けたという記憶があるので、今回の法律をもし改正して、そういった人たちにも責任が問えるような仕組みにしたら、自分も、罰せられる対象になって、自分自身に、責任がかかってくると。で、こうやって少しずつ変えていって積み重ねていくことが次の一手一歩になるんじゃないかというふうに言ってたんですね。で、でこは、の記者たちが大勢来てたってことなんですね。そうですね、ここちょっと記者の、シーンをぶわっと取れてなくてあれなんですけれど、相当数来てました。秘書官と、もちろん各省庁から担当者が2人か3人は来てたんで、省、府省でも、それこそ昨日、松野官房長官が、午前に聞かれてなかったんで、午後私が官房長官会見で、このジャニーズ問題について、ジュリーさんが謝罪という形を1分の動画だけ行って、ネットメディア含めて騒ぎになっているけど、どう受け止めてますかと言ったら、個別の民間会社の、そういった行動につ、活動について発言するつもりはないけど、やっぱりその、性犯罪少年、性少年への犯罪行為とか、パワハラ、セクハラは絶対許される行為じゃないと。性暴力は決して許されないと言いましそうたよですね、ね。そうですね。望月さん、いい質問でしたよね、あれね。誰も聞かないのがどうなのてかかと思いみ、ましたし、誰かあ聞くれだろね、アークタイムズでう。も昨日夜遅くに流したらかなり見てもいただいていて、やっぱりここからは政府なり、その立法府がどういうふうに行動するのか、そうで今す回野ね。党ですけど、じゃあ与党はどうなのかっていうところもポイントだと思いますし、一つだけ今日のそのヒアリングで警察の人たちも来ていた来てんまでしすたよね。ね。そうすると、捜査って意味では何か説明がありましたが、これ捜査できるのかで警きないの察か。庁に質問がね、これで捜査できるんですかって言ったら、やっぱり相手が亡くなっているので、捜査自体は非常に難しいと。ただ、被疑者死亡で書類送検っていうのは形上できるんですけれど、それで、実質起訴できるかどうかっていうと、基本的には難しいという話をしてて、ただ、今後、例えば今、被害者、加害者が亡くなってるって状況なんですけれど、加害者が生きてる場合に、橋田さんが今37歳と、で、その当時、被害を受けた時が、多分、高校、中学、多分3年生とか2年生ぐらいだったと思うんですけれど、その時から換算すると、今37で、その時効の、公訴時効の範囲では救えるのかみたいな質問が野党から出て、で、それは今、どんなに伸ばしても33歳までに、提訴してれば訴えることができるけど、今の公訴時効の中では、橋田さんがもし刑事で訴えようとしても難しいという話が出たんですよね。だからそういった、結構具体的に、刑事事件として扱えるでも、のかパとかワーいうさんは話も。時効に引っかからない引っものかがかあらるんないじゃでなすいでね。すか？あるんじゃないですかね。そうですね。で、この、ジュリー社長の謝罪に関しても、橋田さんは非常に、衝撃だったと。カウアンさんは多分その事前にジュリーさんとお会いしているので、そういう動画や、一問一答的なものが出るって話もある程度把握してたみたいでしたけど、橋田さんは初めてテレビじゃなくてホームページで見て、びっくりして、でも、第一歩だと思うと。ただ事実認定は、はっきりと明言を避けてたんですけれど、それを濁していたけど、それをそのままにしておくと、結局話が長引いちゃうのではないか。芸能アイドル事務所としてトップをずっと、ジャニーズが走ってきた会社なので、新しい道しるべを示してほしいと。そうすれば多くの、小さい会社も中ぐらいの会社も事務所が、ジャニーズがやったからに同じ方向を向くだろうと。半ば期待と、半ばその、事実認定の明言を避けることに対するちょっと批判というのを織り交ぜた形でね、橋田さん話されてましたね。青木さんはこれは少し新しい今日の動きだったんですけれども、こういう動きになってきてることについては。いや、僕はだから、そもそもこの児童虐待防止法をどう改定すれば、こういう被害がを防げるのか、あるいは罰せられるのかっていうのは僕は分からないので、コメントのしようがないし、それからそもそも野党のヒアリングでこういうことをおっしゃって、それ自体もちろん勇気ある告発であるし、この彼らにとってみれば意義深いけれども、それが実際に
そのこう立法府でどういう動きになっていくのかっていう意味で言うとどうなのかなっていう疑問ももちろんあるんだけれども、ただちょっとその前の話に戻って2点言いたいんだけど、これ何、英法クラブが富士が代表撮影して、それその何こうだって新聞社なんかは動画よこせって言わないの？英法クラブって新聞通信は入らないんですよ、うん、なんでテレビのキー局だけ。なんで立憲はこのなんていうの、そのヒアリングをその英法クラブしか撮らせないわけ？だってあのスティールは撮らせたんでしょ？スティールは撮ったんでしょ、スティールカメラは。そうそう、写真はパシャ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 なってます。なんでスティールカメラ撮ってたら、だって当然だってみんな動画撮るじゃない、うんうん、なんでその英法クラブだけが映像の独占権みたいな。そうなんで、それ私は英法クラブが主張したのかなと思って、政治部の人になんかそういうなんかあったんですかって言ったら、いや全くなくて、今回は完全に。でもだとすれば、うん、さっき立憲の批判してたし、もちろん立憲批判するのは全然その通りだと思うけど、うん、これもまたメディアの問題じゃない。英法クラブのね、英法クラブっていうか、要するに記者クラブの問題でもあって、英法クラブなりとかが、まあ、ある意味でおかしいじゃないかと、あるいはこういう問題でなんで俺らだけで独占するわけにいかないから、そのもうきちんとこう公開するような形でやればいいじゃないかっていうようなことを、それは別にだってアークタイムズだけじゃなくて、おそらくこの動画だったら欲しいところ他にだっていくらだってあるわけでしょ。みんな欲しいですよ。ヤフーはもういいカメラをドカンって構えてたのに、それを下ろすまでは始めないとかやってて、なんか下ろされたらしい。だから事務局の人がそうやって国体で決めちゃってるから、下ろしてください下ろしてくださいって。だからそれを本来であればメディア側が、もちろん与党に対してもそうだけど、野党に対してだって、そのなんでこうなるんだと、おかしいじゃないかと、別に動画はね、で本人にこう確認して、本人が嫌だって言うんだったら、もちろん本人が嫌だんだったら、それはやめますと。全然そういう感じじゃないですよね、うん、だってかなり写真でもされる中で会見してたわけで、そうそう、この辺だから俺行かなかったから分かんないけど、本人が嫌だったらしょうがないってことになるかもしれないけれども、しかし本人が OK なんだったら、だったらそんなのおかしいじゃないですかってことを、本来その記者クラブが、その記者クラブってそのためにあるわけだからさ。そうだから、ちょっとそこはあの野党なのにこんなに記者たちも緩いとか、もっと喧嘩、事前に喧嘩すればいい話なんですけど、私が終わってからやったら、いやもうそういうこと決めてるからって、いやもうだって日程カルト日程の時大変だったんだよとか言うんだけど、いや別にそうカルト日程がね、後でいろいろ顔が出ちゃったりして、仕切りの問題じゃないですか。まああと、まあ、だからこれはその立憲の問題であるっていうよりむしろメディアの問題だっていうことが、戦わないといけない。私でも両方だと思うんですけど、私は立憲に行ったのは、じゃあテレビ一社だと言い張るんで、うん、の論理もあの論理的じゃないじゃないかって言っても、それはそうなんですけど、そう決めたんですっていうわけですよ。だったら丸一は英法クラブに対してみんなに提供するように言ってくれと、立憲から。そうだね。でそれがもしできないんだったら、うん、丸二としてネットメディア我々もちゃんと取れるようにしてほしい、そのどっちかにしてほしいと言ったんですよ、うん、でも彼らはどっちもやりたくないって言ったんですよ。英法クラブも言わないと、うん、で我々に対してのネットメディアも認めない。だからそれは立憲の問題でもあるし、英法の問題もあるし、で実際英法クラブに聞いたら、うん、最初なんかどういう形式なのかとかって自分たち聞いてて、なんかじゃあ SD カードでみたいな話をちょっとしてくれたんだけど、でも誰かが寄ってきたみたいで、その幹事社の人のところに英法クラブ以外には出さないと。英法クラブ以外で出す場合もあるのかな。出さないんだ、出さないんだ、だその人は分からないで、別にいい人だったんですよ、幹事社の人がね。で、すみません、なんか出せないんだそうですってなっちゃったんですよ。英法はだから、あの、なんだろう、国会内の廊下とか歩いてるのも、英法記者クラブだけ撮れるけど、あとは一切ダメなんですよね。新聞とかも、あ、写真はいいのか、でも動画はダメなんですよ。だから国会、ね、国会で斉藤大臣の、あの、会見があると、それは動画撮れないって言ってましたもんね。そこはでも本当記者の問題ですね、明らかにね、記者側のね。だけど、あの、もう一つ申し上げた、二つ言って言ったのは、もう一つ言いたかったのは、その、まあ、このアークテンスもそうだし、こう、まあ、僕が今更言うまでもなく、その、メディア環境ってものがもう激変、劇的に変わっててね。で、だから、その、英法クラブ、だけが別に動画を差配してるわけでもないっていうところの変化ってものにマスメディアがついていけないっていうところの問題もあるんだけど、そもそもの問題で言うとね、今回のジャニーズの問題がこうやってある意味で火を吹いたっていうのは、もちろん BBC であったりとか、まあ外圧っていうのと、それからカウアンさんっていう勇気ある告発者みたいな存在があったのと同時に、もう一個見逃せないのがやっぱりメディア環境の変化なわけですよ。つまりそのジャニーズ事務所に限らないけれども、まあ、吉本興業だったりバーニングだったりなんかも多分一緒だけども、
要するにこうメディア環境の変化によってこう芸能プロダクションの力が明らかに落ちた、相対的にね。つまり例えばね、僕あんまり芸能の世界詳しいわけじゃないけど、僕が見たって分かるんだけれど、例えばそうだね、50年前だったら郷ひろみってもともとジャニーズ事務所じゃない。でもあの人辞めてなぜ生き残ったかって言え活躍ば、大活躍。それは B に行ったからですよ。要するにジャニーズに匹敵するくらいの芸能事務所に行ったから生き残ったんです。そうじゃない。つまりジャニーズから、バーニングに行ったバーニングに行ったジャニーズから辞めたタレントでジャニーズに歯向かったらほぼ生きていけない。これは別にジャニーズに限らないけれども、生きていけないっていう状況だったのが、例えば典型的だったのは多分スマップだと思うんだけれども、スマップは要するに1人は、要するにジャニーズ1人か2人だかジャニーズに残ったわけでしょ。ところが辞めたわけじゃない。ところがその人たちが生き残れたのはなぜかって言えば、もちろん本人たちの才覚だったりファンの力だったりっていうのもあったのかもしれないけど、これは明らかにネット状況、ネットの時代のおかげですよ。つまりそのテレビから干されてもネットなんかである意味でこうファンの人たちに対してメッセージが発せられる。でそれをテレビも新聞も無視できない。確かにその通りですだから明らかにそのこのメディア環境の変化がこう新聞とか既存の週刊誌なんかの力をこう極端にこう削いでいくっていうようなのと同時に、やっぱり芸能事務所なんかも含めて、あるいはテレビの力も含めてだけれども、その変化っていうのが今回のそのある種こうジャニーズ事務所のこう凋落っていう言い方するのが適切かどうか別だけれども、ジャニーズ事務所がこういうところまで追い詰められたっていう一つの要素になっているっていうのは見逃せないよね。だからそういう意味で言うと、まあ、メディア環境の変化が、まあ、アークタイムズなんかも生んでるだろうし、そのこういうその、なんていうのかな、相変わらずアナログチックっていうか、アナクロっていうかな、メディアの対応みたいなものもこう浮かび上がるし、まあ、それに対して SNS でものすごい批判もあるし、と同時にやっぱりこういう問題を、まあ、さっき言った MeToo だったりとか、その性的少数者の人権問題の高まり、意識の高まりっていうのは、世界的な高まりっていうのも背景にはあるけれども、メディア環境の変化がジャニーズをここまで追い詰めたっていうこともあるだろうね。同時に今回、まあ、テレビや新聞はほとんど報じなかったわけですけれども、ネットメディア、我々も含めて、オリタステレビも含めて、みんな報じたことで、どん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 大手メディアが介在しないところで世論が作られていって、それに対して対応せざるを得ないことになったっていうのは、まあ、ジャニーズの関係者に聞いてても、そういう面があったようですね、あ今るで回しょうね。ね。あるんだけど、でもこれは尾形さんもよく分かってる通り、そこになってくると僕は結構こだわりたくなっちゃうのが、やっぱりでもそのある種、まあ失礼だけど、アークタイムズもポリタスも、まあそれは津田君なんかも自覚してるだろうし、尾形さんも望月さんも自覚してると思うんだけれど、望月さんは東京新聞の記者だけど、まだ共振装置でしかないところあるじゃないですか。つまりファクトをほじり出してきて、その一時ファクトを提示するっていうよりは、むしろそのファクトがあったところでこう共振させる装置としてのメディアであって、やっぱり例えば今回のケースで言えば、ジャニーズのケースで言えば文春、あるいはかつての噂の真相みたいなメディアがあって、一時ファクトをポンと出してくるっていうような役割はまだなかなか果たせてないところもあるので、尾形さんおっしゃる通り、そのこうジャニーズが、まあ、ある種追い詰められていくっていうか、こういう状況のところまで至ることの大きな要素の中に、こういうそのメディアの、ネットメディアの力っていうのはあったと思うけれど、でもやっぱり一時的なファクトを出した、あるいは出せるっていうところの強さっていうのはあって、それをしたメディアが、まあ少なくとも直近で言えば文春であり BBC でありっていうところは、もうちょっとこう謙虚っていうか、虚心にというか、受け止めなきゃいけないだろうなって気がする。そのファクトのところにも行きたいとは思ってるんですけどね、まあ、まさに共振装置でしかないというのはその通りなんですけど、ただ現状では通信ね。は、はい、まあ、今ここで基盤を固めつつ、やっぱりファクトのところにちゃんと入っていって、それによって実際変えていくってことはやりたいなと思ってるんですけど、でも現状では共振装置に過ぎないというのは、まあ、そのおっしゃる通りだと思いますね。やっぱり、まあ、私はその文春っていうのを本当に全部評価するわけで全くないし、まあ、いろいろ書かれてると、いや結構いい加減のこと書くんだなっていうのが分かるんで、ね、全く書かれたいい、んだっけ？まあ、何度も書かれてますけどね、慎重にも。書かれだてかるんら、だっけ？必ずしも彼らがじゃあ社会的だなんだというわけではなくて、でもそれこそ面白いものそうだで、よ。みんなが見るものを書こうよっていうマインドだけは、そうだまよ。さにその1980年代、90年代からひたすら多分やってたのは、2004年のね、裁判の前に14週連続で、この
性加害の問題を報じてた。ただその報じ方の中にかつてのそのゲイを批判、まあ、揶揄するかのような見出しもあって、先ほど言ったそのファンっていうあの1万6000人の署名を渡したそのあの彼はあの必ずしもね、たあの確かに文春がずっとやってたけど、そのあのタイトルなんかを見ても LGBT を批判するかのような、 今だったら批判されうるねタイトルをつけてたり、そういう非常にあのそのホモフォビアみたいなところもあったと、まあ、そういうことを言いながらも、ただあの一貫してあのガチンコ勝負で、まあ、ジャーニーズと戦ってきたのは文春ですよね、うん、そこはもう圧倒的なもうあの歴史と掘り下げがあって、おそらく今、今日橋田さん出ましたけれど、橋田さんもまず、カウアンさんが出た後に橋田さんが出て、でその後もう一人日本儀さんという、うん、まあ、実名で顔出しであの声を出すっていう人を3人ともやっぱりこれ文春さんがあの見つけてきてるんですよね。だからそこは本当にまあ、圧巻ですし、もうまさにあのこの数年見てると文春法というのは言われ始めて、その政治家たちと喋ってたって、もう新聞や通信がなんかボーンって突っぱ抜いて、いや与党が危ないなんてことがほとんどなくなってしまって、逆にあの河井案里夫妻の話ですとか、それから菅原一秀さんのお歳暮疑惑とか、ああいうの含めて、まあ、みんな文春法を政治家が恐れてしまうっていう。で彼らはやっぱりその別に記者クラブに入ってるわけでもないけれど、ひたすらクーポンを取ってくるわけですよね、固い物含めて。だからそこは本当に、まあ、毎回やられて悔しいなという思いとともに、別に記者クラブに入って、じゃあむしろ入ってないからこそ、彼らはもう何のこうハードルもね、取っかかりもなく、とにかく面白いことをやるっていうのを、まあ、ずっと貫けてるのかなっていうところはありますよね。まあ、それちょっと脱線しますけど、非常にあの面白いところだと思うんですけど、今確かに主要メディアがあって、まあ、朝日であれば1900人とかですね、うん、各社1000人以上の記者が新聞にいて、ただそのモデルっていうのは急速に今変わりつつあって、あと10年すると半減以上のものにみんななっていくし、15年経つとおそらくほとんどの新聞社は経営危機に陥るっていう状況なわけですよね。で、ただ取材人の蓄積とか人数でいうとテレビとかよりも新聞社の方が圧倒的にやっぱり記者の数、ね、NHK を除き、 NHK は新聞社同様の取材人いますけど、それ以外はまあ100人ちょっととかですね、その程度ですよね、各社テレビもですね。そういう中で今メディアがこう変化していく中で、一時情報を取りに行く人たちがどんどん細っていくと思うんですよね。で一方でじゃあ我々みたいなメディアもまだ始まったばっかりで、なかなかそこの例えばアメリカであるようなポリティコみたいなものには達してないわけですよね。そこのメディアの変遷というか、これからどうなっていくかっていうのはどういうふうに、いやー僕は全然わからない。そんなの全く絶望的なんじゃないのと思いますよ。それはまあこれは小川さんの方がご専門の通りね、アメリカなんかだって例えば地方紙なんかはもう本当に焼け野原になっていて、で焼け野原になったところほどトランプ的なある種のフェイクニュースであったりとかがはびこったりとか、あるいはそのなんていうの、草の根的なメディアがなくなれば当たり前だけれども市民運動だったりとか市民の結びつきみたいなものがどんどん弱っていくっていう、そういうニュース砂漠みたいなところにある種でそういうフェイクだったりとか、まあ、ある種なんていうかな、こう非常にそのこうトランピズムみたいなものっていうのがはびこる一方で、アメリカの場合はね何週か先に走っていて、例えばニューヨークタイムズなんかはもうかつてはね、そのニューヨークの地方紙だって数十万部しかなかったのが今300万部か400万部、今800部で確か1000にいったんじゃないですか。有料読者が600万部、有料が600万人以上いますね、うん、で他のスポーツとかも全部入れると、あの有料が1000万人を超えてるんですね、ということになっていて、でそれは何が大きいって言ったら、まあ、かつてはある意味でニューヨークタイムズって全国紙でも何でもなかったのが、その全国紙どころか下手すると英語っていう、まあ、語学の特性があって世界中に読者が広がったっていうのがある一方で、うん、日本の場合はねそもそも1億数千万で、さらに少子化して人口減っていく中で、これまでがね朝日毎日読売が数百万っていう、まあ、お化けメディアみたいなものだったのが崩れ落ちていくときに、まあ、これは小笠さんは詳しいけど、朝日が今いくらぐらいだろう、400万くらいでしょ、公の数字でも切ってますよね。ピークは800万くらいあったんだけど、それがね、そのところがデジタルの会員ってどうなんだろう、聞いたところだと20万とか30万くらいしかいないわけでしょ、よくご存知ですね、はい、ねっていうくらいしかいないわけで、はい、それがこれからどれくらい増えるのか、でも少なくても100とか200っていうのは多分無理だよ ね、 そうですね。だからその中でどうやって
小川さんが言うみたいな一次情報ってものを把握するメディアっていうものを維持していくのかっていうのは、ひょっとすると2週遅れ3週遅れてきた日本の方がよっぽど厳しいし、例えばね、これ俺ここで話してもないと思うんだけど、文春が元気だ文春が元気だって言ってそうじゃて、ないですか。あのね、違うね、これね、多分ね、最後の輝きなんですよ、つまり週最後の刊誌ジャー輝き。ナリズムのね。つまり例えば、もちろん全部は全部そうじゃないんだよ。ただ、例えば文春で、こう、スクープなんかをやっているような、もう本当にその、ある意味、いい意味でのハイエナ的な一匹狼のトッピアみたいな人たちが集まってるんだけれども、そういう人たちって、実を言うと、もともとフライデーにいたりとか、もともと他の週刊誌にいた人たちが、まあ、かろうじて今、文春が、こう、ささそこげそこ元気だから、みんなそこに集まってきてるところがあるわなけですよ。例えるば、週刊新潮だって、要するに張り込みして、スクープ、写真撮ってスクープしてみたいなことをやってる連中って、結構フォーカスの連中なんか多いわけですよ。つまり、そのかつて写真週刊誌みたいなものが、まあ、鷹の如く嫌われ、もちろん写真週刊誌にはいろんな問題もあったんだけれども、そういうそのネタ撮ってなんぼだみたいな人たちが、今、文春と新潮、特に文春に集まってるから、こういう状況が起きているっていうところもあるわけですよ。かつてだパイ自体が小さくなってる中で、文春そのことこににね、集まってるだけってことですか？そう、だから、かつてね、そのよかれやしかれ、追っかけ回して人の写真撮ってやりましたみたいな、フライデーなんかも、今、部数はほとんどなくなってきて、まあ、ほぼエロ本化していくみたいな状況があったりとか、あるいは、例えば、週刊現代だって、週刊ポストだって、かつては本当にそのね、その、よかれやしかれ、こう、スクープみたいなのもあったんだけど、そういうのも、もう文春も、もうポストなんて、ほぼスクープなんて全くなくなった。で、そういうところにいた人たちが、文春とか新潮に集まっていて、で、文春が、こう、文春砲って言われるもの、つまり、その、で、これも、多分ね、僕は、ちょっとこれ、詳しく知らないけれど、もし違ったら、視聴者でもし文春の人がいたら教えてもらいたいけど、多分文春も紙単体では赤の恥だよ、多分。デジタルででも確かに巧みにこうね、読みたくなる記事の先はまず登録やってしるてかみもしれますなといけなるど、でし。も文春だって、紙いはつまね。で、その、こう、紙も含めてだけれども、文春法なるものをどこまで維持できるのか、特に文春が厳しいのは、今出版社が実を言うと新聞の一歩先とか100歩先くらいで、結構黒字化していて、講談そ社うとなかんだ。集英社とか小学館とかは漫画？史上最高益になってるわけ。で、これはほとん漫画どです。漫画がデジタル対応できたんだよね。だから、そっか、講談確社、か小に。学館なんかはいいんだけれど、文春新潮みたいな漫画とかがないような出版社っていうのはやっぱり結構厳しいっていうような状況になってるから、文春法っていうのも、ある意味でこう最後の輝き、つまり戦後の日本のメディアを彩ってきたその雑誌ジャーナリズムっていうのは、まさに功罪いろいろあるんだけれども、その最後の輝きみたいなものが文春砲になってるっていう面も僕はあると思うので、だから文春もそんなに長く続かないってなってくると、ますます 日本の、そのいわゆるこう戦後ジャーナリズムみたいなものの火をどうやって、まあもちろんいい部分は引き継ぎ、悪い部分は修正しみたいなことのこうことを考えると、まあ、ある種アメリカなんかよりもよっぽど絶望的な感じもするよね。人口減がで確かにまずいですよね。アメリカは今3億数千万人いるんですよね。日しか本もはだってアこのメリまカまだっ行けて移ば民バンバ移民ンも入れるバンから。バン入れるから。で、かつ英語圏なんで、海外の人も、まあ、尾形さんはじめね、やっぱり英語で読む方が多いと、そういう意そうだ味でよね。は、だからそういう意味で言うと、本当に一次情報っていうものをどう取っどうてやいっるてか。ね。でね、もう一個言えば、こんなの僕今更言うことないけど、さっき面白ければ何でもやるっていうのもそうだし、もう一個、その権力の監視とかって僕もよく言うんだけど、メディアの基本って一つは面白ければ何でもやる。それからもう一つは、偉い人とか偉そうな人をにはおもねらない。むしろそういう人見ると、なんだお前っていうふうになるっやれていてうのくれる。が、この二つがある種貫かれていれば、これマスコミってかジャーナリズムってそんな間違いないと思うんだよね。要するに面白ければ何でもやると。それから偉い人、偉そうな人に対しては、基本的になんか突っかかる。この二つさえあれば、例えば、メディアっていうのは、一次情報を発信するものだとか、権力の監視だとかっていうようなことを、もちろんその通りなんだけど、ほぼイコールっていうかね、な気がするんだよね。だからその両方ともさ、まあ、特にジャニーズの話もそうだし、これジャニーズだけの話じゃないじゃないない。でしまあ、ょごう存ね。知の通りさ、だって、政治部もそうだしさ、社会部もそうでしょ。で、メディアって全部タブがあるわけですよ。例えば、
ジャニーズは、まあ、かなり多くのタブーだ。テレビはタブー、それから多くの、あの出版社はタブーだし、新聞なんかもかなりタブー感強いけれども、うん、でも例えば何でもいいよ、文壇だったら文春新潮も書けないよ、うん、例えば誰でもいいよ、ね、有名な作家のスキャンダルなんてのは一切書けないよ、それからじゃあ新聞だって社会部だったら望月さん知ってるけど、今でもそうだと思うけど、まあ、かつてなんかは検察批判なんてのはほぼ完全タブーだよね、うん、で政治家だったらもちろん官房長官に望月さんが突っかかったら政治部の人たちがやめてくれやめてくれってなるわけじゃない。だから多かれ少なかれメディアってこうタブーっていうのが生じるんだけれど、それをそのタブー感みたいなものをこうできるだけ突破しようみたいな努力、あるいは誰かが突破したらむしろそれにくっついてみんなで突破していくみたいな、そういうのがない、あのなんかちょっと飛び抜けるとみんな出し引っ張るとか、ちょっと飛び抜けてるとみんなで石を投げてそういう人をいなくさせてしまって、結果的にはジャニーズ問題みたいなことが起きるっていうのが、こうこれは芸能ジャーナリズムだけの問題ではないような気がするんだけど、ね、さっきおっしゃってたちょっと偉そうな人がいたらなんだよって感じで、うんうん、あの見る、まあ、ちょっと、ね、昔話したらあれなんですけど、やっぱりもうちょっと私が新人だった頃は記者ってなんかね、腹になんか持ってるものがあって、なんか急になんかこうね斜めに構えて、なんか誰かがねちょっと厳しい質問するとまたそれとは違う形で乗っかってくるとか、なんかそういう連携プレイ、うん、分野的な匂いがあったと思うんですけど、今はものすごいもう記者会見行くとみんな絶対質問しないぞみたいな感じで、すごい勢いでパソコン打ってて、で望月さんがね官房長官会見で昨日も質問しても誰も助けようともしない、ね、だけどみんな使ってるわけじゃないですか、あの、うん、NHK にも流れしたと思うし、だから、うん、だからそのね、うん、なんだろうね、いやもっと楽しんでいいはずですね、記者会見だって、あの、うん、首相の小泉純一郎あたりは皿問いでパン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 その、ね、ぶら下がってる記者がやってたから、掛け合い動画なんか見てても面白いですよね。だけど今はもう完全に紙もらって紙で考えて台本読み合わせ会見になっちゃってるから、あの入ってもつまんないし、あのやっぱり緊張感がないんですよね。なんかそれはすごいわかる、緊張感がないと面白くないし、なんか記者もなんかねそこで磨かれてないなというか、政治家だってね本来はその政治家の言葉でもっともっと答えていいけど、それがないなって、意外に政治家としてきちんと答えてるのが高い名前だったりするんでしょうね。いやだから我々ってあの、まあ、私も高橋さんの会見も行きましたし、ね、鈴木さんの、ね、財務大臣の会見に行って、でも質問すると一切こう、まあ、目もこうやってでも目を合わせながら聞いてると、彼らはやっぱり政治家だから目を合わせて答えてくれようとするから、そうすると割とやり取りになったりはしますよね、うんうん、そうです ね、うん、ね高橋さんもこう怖い笑顔を見せながら、ね、その厳しいことを聞いても、でもちゃんと答えて、うん、質問に対してはっていう感じはするので、それがあそうですね、検察タブーってさっきちょっとお話した時思ったんですけど、じゃあ検察も昔はほら大体特捜部ネタをスクープすると一面行って、それが連日続いて新聞協会賞取れますみたいなね規定路線があって、これアメリカならありえない賞だよなと思ったんですけど、そういうその検察のこうタブー的なところを何ていうかな、例えば共同通信の魚住さんとか、かつてはめちゃくちゃ食い込んでた共同の記者なんだけど、出てフリーになって書き始めて、やっぱりその検察の闇みたいな部分を連載でガン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 売ってきたじゃないですか。だからなんかもともといたい人だけど、やっぱりそこ出て、なんとかな、ある種のその記者クラブのハードルをもう完全に取っ払った人たちが、そのタブーを突き破ってきてるような、そういうふうに受け止めてないですか。私はだから魚住さんって、だから魚住さんがよく検察幹部、あいつ昔はなんかもう全然この俺にこんなんだったのに、俺の批判ばっかりするんだよ、とかって言っていて、まあその、まさに記者クラブという中にいて、そうなって、まあそれは自分もそうですよね、かつてそこから、人参ねぶら下げて、そこにあるネタばっかり追っかけてる時って、その検察のやはり今ね、今見るといろんな闇がいっぱいありますけど、そこが見えてるようで見えてない。一つ今面白いポイントで、今の記者は良い記事を書いて世の中を変えることより、はい、有名メディア企業の一社員でいることにステータスを感じる、うん、あのことの方が嬉しいんじゃないかと。まあでも、ね、ちょっとそういう雰囲気はありますよね、うん、僕はもう辞めて20年近く経つからあれなんだけど、あの現状わからないんだけど、ただ検察に関して言えばね、うん、そのこう
記者、まあだから記者クラブなんか、まあ僕も含めてだけれども、記者クラブ制度みたいなものの、やっぱり根幹的な問題に結構関わると思うんだけどね。まあ、魚住さんの名前が出たから、魚住さんのこと言えば僕の、あの、共同通信の先輩だけれども、魚住さんは確かにおっしゃる通り、その共同にいて、共同にいたときは検察にものすごく食い込んでる。まあ、てか、はっきり言えばさ、これは望月さん一番知ってる通りさ、戦後の、戦後っていうか、まあ、この数十年のメディアで、検察って基本的に朝日の牙城なわけ、はっきり言って。ね、朝日と、まあ、せいぜい NHK ぐらいの牙城で、要するに、主なネタっていうのは朝日に書くわけです。で、それは朝日の取材力もあったけれども、と同時に検察にしてみれば、やっぱり、こう、なんていうの、ザ・リーディングニュースペーパーに書かせるってことももちろんあったと思うんだよね。だから、その中で、共同通信や東京新聞なんてのはさ、はっきり言えば、ヘナチョコマスコミなわけで。だその中で、望月さんもそうだったけれども、魚住さんは、おそらく共同の歴代の特捜担当の中では、一番食い込んでたよね。で、その、この魚住さんが会社を辞めた直後に、岩波から特捜検察っていう本を書いたけど、それは読んでみると分かるけれど、まあ、これ言ったら本当、魚住さんに失礼だけど、検察万歳本だよ、はっきり言って。もう、検察が、まあ、いかにその戦後の、戦後の政治ってものを検察が正してきたかっていうことが書いてあるわけ。で、もちろんそういう面はあると思いますよ。そのロッキード事件、リクルート事件、まあもちろんロッキードにしてもリクルートにしても、今になってみればこう物事の見え方っていうのがこういろんな多面的で、あのリクルートってのは一体何だったのかっていうようなこう問いの立て方もあるし、そもそもロッキードのだってどうだったのかっていう問いの立て方もあるんだけれども、それあるんだけど、ただ一方でもちろん望月さんが一番知っている最近の冤罪にしても死刑制度にしても、あるいはその、なんていうかな、再審が全然認められないような状況、袴田事件にしても、やっぱり戦後、こう、日本の刑事司法みたいなものの闇っていうのがものすごくたくさんあって、それがほとんど改善されないできていて、うん、で、世界で死刑制度を実施しての先進国ではまさに G7 だから日本だけみたいな状況になっていることを問題視できてこなかったっていうのは、これだけ検察、警察に記者貼り付けておいて、日本のマスメディア何してきたのかっていうのは僕も含めてだけれども明らかに問われるわけじゃない。つまり、でその魚住さんがさっき言った通り、まあ魚住さん右代表にしたら悪いんだけれども、辞めたらその気づくのか、あるいは辞めたから書けるのか、あるいはこれは3人でこの共通の問題かもしれないけど、お前ら朝日にいた時、東京にいた時、共同にいた時何してたのって言われたら、あ、すいませんってなるしかないっていう、ある種こう記者クラブ制度みたいなものだったりとかっていうようなものを土台にした日本のマスメディアのこう根本的なありようみたいなものが、やっぱり人々の目を狂わ、あの記者たちの目を曇らせ、かつこう非常にその不自由な状況に置いてしまってるんじゃないかっていうことは考えるべきだと思うよ。で、俺に関して言えば、だから例えば僕はあの警視庁の記者クラブで警備公安担当ってのやって、でオウム事件の時だったけど、95年にオウム事件の時だったけれど、あの時に要するにオウム真理教は確かにとんでもないけど、オウム真理教の捜査している警察も相当とんでもないよねっていうふうに言って企画を出したけれども、社で通らないわけです。で日本の公安警察っていうのを書いて、まあ僕は社内で相当、まあその公平のために言っとけば、共同通信って、当時の共同通信って非常に、まあ、ある種いい会社だったので、半分からはものすごい批判されたけど、半分はよくやったみたいな感じで、まあ、今の望月さんと同じような状況だったのかもしれないけれども、でもまああれが僕は社会部にいられなくなった一つの原因だったりとかもしたわけで、だからやっぱり今のマスメディアのありよう、まあ今と僕がいた当時と今と変わってないのであれば、マスメディアとしてのありようであったりとか、組織でのありようだったりとか、あるいは記者クラブ制度なんかをはじめとする取材体制のありようだったりとかみたいなところをの問題みたいなものにも視野を伸ばす必要があるのかもしれないなとは思うよね。うん、だから記者クラブって別にアメリカとかでもイギリスとかでも似たようなものはあるんですよね。うん、インナーサークルがあって、うん、結局じゃあ日本だと記者が記者を排除して、記者が、ね、大手社だけでそこに記者クラブを作って他入れないぞってやってますけれども、うん、それがなくなったら各国で何が起こってるかというと、当局が自分たちのところを取材できるインナーサークルの記者を決めるわけですよね。でそこでインナーサークルはどこでもあるあって、むしろ外国人とどこにどういうインナーサークルがあるのかよくわからない。日本の場合はむしろ記者クラブっているんで、そこに分かりやすいっていうぐらいのこともあるんですけど、ただ違いはみんなそこでインナーサークルにいても別にちゃんとあの権力とせめぎ合いながら対峙してやってるわけですよね。だから
個人の資質の方が大事で、でもなぜ日本はどんどんこういうふうになってきてるのか、記者クラブってもともとは記者として団結して当局に何か会見要求したりするためのものですよね。でも、だとするんだったら、あれでしょう。劣等民族ってことなんじゃない？宮台さん的な。いやだからまあ変わりつつあると思うけど、終身雇用でどこかの会社に大体勤めると、ずっと最後までその会社にいるという、だからやっぱりその正規雇用っていう終身雇用制みたいなのが長かったことの弊害もあるのかな。アメリカだとだってニューヨークタイムズ、ワシントンポストでも地方紙からどん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 できる記者が這い上確かにがっそうて、です最ね。後は何 CNN のアンカーとかこうあるわけですよね。で今だとその成長してる、なんだっけ、先ほど言った媒体、最高だ裁、から、ポリティコとポリかティコとね、かネットメディアで市場にアク成シ長オスしてとか。る、そういうところがニューヨークタイムズとこう人事交流みたいなものがいっぱいあるわけですよね。でもそれってすごい、まあ良くも悪くも雇用が流動的で、ずっとそこの会社にね、もう入社から最後までニューヨークタイムズでしたなんていうことは逆に珍しいぐらいのですよね。そうですね、だ結そ構こね。そういうシステムじゃないってことも結構、だからみんなもうザ・サラリーマンみたいな、自分なりにね、入るときはジャーナリストとしてこういうことやりたいとかあっても、その会社の中で決められた枠を飛び出ると、なんか会社のから何か言われてしまうとか、そういでう、どんも、どんどんどんちっちゃくなっちゃっていくの望か月さな。ん何は、あれじゃん。だって、飛び出して読売新聞にしたらどうなったのかっていう感じ何もじできなかったので、大変であっという間に飛び出さない方が良かったんじゃないの？飛び出さない。お父さんが止めたんですけどね。その対応、青木さん、この話のちょっと最後に、でも一方で、青木さん、早くですね、京都通信辞められて、そうやって、個人のジャーナリストになって、そうやっていろんな形で大手を辞めてくる人たち、まあ私もその一人ですけれども、見てきてるわけですよね。そういうところに、その個人の一人一人の強さ、記者の強さのところに私は懐疑があるのかなと思うんですけど、青木さんがこの20年、30年近くご覧になっていて、そういう意味の何か希望なり、もしくはより状況が厳しいのか、厳しいのか。どうなんだどうろなん。うね。俺は別に自分でジャーナリストって実はほとんど名乗ったことないっていうか、名刺にも書いてないんだけれど、僕は何ていうのかな、ある人なんかにはね、なんで青木は偉そうなこと言ってて記者会見にも来ないのかとかって言われるんだけど、俺はもうその記者会見とかに出るのが嫌だからやめたんだっていう 社会に嫌いな人。記者会見とか、まあ俺は本当にそういう場。なんていうかな、取材して長い文章を書きたいなと思って会社辞めたので、ジャーナリストとかって言われるとあれなんだけど、ただジャーナリストとかノンフィクションライターとかノンフィクション作家とか、なんていうのかな、ルポライターとか、どんな故障を関しても構わないと思うけれども、何らかのことを取材をして、まあ文章を紡ぐみたいな仕事っていうものを総称して言うんだったら、いや、それはあれですよ、新聞やテレビっていうものが厳しいのと同様、むしろもっと厳しいんじゃないですか。あ、そうでそすりゃそうか。でしそょう。う思うんだっですてね。僕なんかは会社を辞めたのが、あれは何年だ、2006年だったですけど、まだ当時は例えばその、ね、雑誌、月刊誌なんかも、その月刊現代とかっていう雑誌があったりとか、まだ当時、プレイボーイなんていう雑誌もあったりとか、あるいは週刊誌もそれなりの部数で出た時代だったから、例えばね、それなりの取材費を出して、青木さんこの件一冊本に書くな、なにするつもり、するくらいのつもりでみたいなことを言ってくれるような媒体がまだあった時代だし、まああるいはね、テレビにしてもラジオにしても、なんかなんていうかな、まあ、安倍政権のまだね、第一次政権が、少なくとも第二次政権の前だったから、僕みたいなやつでも出してやるぞみたいな感じで結構出してくれたけど、今なんかはまあほとんどそういう仕事なんかはでないでしょう。まあそれがもしかすればこれからね、ネットメディアなんかでアークタイムズみたいなところでそういう人たちが育つような場、活躍できるような場がどんどんできていくっていうんだったらいいけど、さっきも言った通り、そういう場所にができていくっていう気配が非常に日本で薄い中で、既存のメディアがどんどん弱っていく。で、そもそもそこそこ取材費を出して原稿を書かせるとか、物を発信するジャーナリストとかのフィクションライターを育てるみたいなものがどん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 薄れていくっていうような状況の中では、どうなんだろうね。だって、僕の世代よりも下の世代で、物を書いてるだけで生活できている、
ライターっていうのが果たしてどれくらいいるんだろうか、はい、もちろんそれはたくさんいると思うんだけれど、うん、相当厳しいよね、うん、まあもちろんこれ小説家の人たちもそうだと思うし、ジャーナリズムもそうだし、要するに物を書くとかその何かを伝えるっていう作業って人間の根幹に関わることなので、どんな状況になったって多分やるやつはやるんですよ、やるやつはやるんだけれども、でもどうなんだろうね、そのもちろん戦後のマスメディア、戦前も含めてだけどいろんな問題あったけれども、やっぱり一定の決まり事だったりとか一定の伝統芸能的なこうやるべきこと、守らなきゃいけないことみたいなものがこう継承されなくなっていくってことになってくると、その社会の公共財としてのメディアジャーナリズムみたいなものは新聞もテレビも弱っていく中で、B の人たちがこうどん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 そういう細っていく、編集者も細っていくみたいな状況になると、うん、あんまりこう明るい展望はあんまりないと思いますよ。テレビも弱っていってる感じがしない。いや、テレビなんか圧倒的に弱ってますよ、圧倒的に弱ってる。だってこの特にコロナ以降この3年くらいでテレビの全体の視聴率が多分ね、まあ、精緻には言わないけれど、要するにテレビ自体を見る人が、それは別に若い人はもちろんだけど、高齢層でもものすごく落ちてますよ。だからあれ見てみるといいですよ。新聞になんかこう視聴率ランキング出るじゃないですか、はいはい、あれかつては多分トップだと 20% とか 25% とかあったけど、ね、うん、今ね多分ね15で多分トップですよ、うん、だからこの 5,6 年くらいでテレビを見てる人が 5% くらい、まあ、5% ちょっと言い過ぎかもしれないけど、明らかにいなくなってる。でそれがその、まあ、明らかにネットに移ってきている。でもちろんネットの中でもね、こういろいろこう優れたまあ、バラエティも含めたりとか、そういうその、うん、もまああると思うけれども、でも少なくともジャーナリズムの世界の中でネットの中に自分たちで取材をして一時情報を発信しようみたいなメディアっていうのが今のところ少なくてもないでしょう。どうなんだろう。体力いりますよね。だからやっぱり、ね、ショックだったのはですけど、ね、ビジネスインサイダーに、毎日新聞にいて、ジェンダーをもっともっと徹底的にやりたくて、だったらネットで、特に当時はビジネスインサイダー、まあ、浜家が浜田恵子さんなんか編集長だったんで、行ったものの、確かつい最近そのやっぱりそうやっていわゆる調査したり調査報道的な取材だったりするものはほとんど営業利益につながらないと、うん、言って、そこで一生懸命やってたジェンダー系を取り上げた記者がもう今の候補、営業兼広報みたいなところに移されちゃったっていう話してて、だからすごくお金がかかるんですよね。ひたすら潜って調査のために取材して、その間ね書かないでって、やっぱり体力が、記事が出るかどうかも分からないですね、調査報道って。調査報道は特に、うん、そういう意味では体力がある程度ないと、うん、なかなか、だからまあこれからもしかしてその成長すごくこうね、うまくこう稼げるネット媒体が出てきて、その中での一定のねお金を使って調査報道するっていうプール、まあ、だからアメリカのような形になればいいですけど、まあないんじゃないの、そうならないってこと、ね、ていうか考えてみると、うん、調査報道なんてのはある種僕の大嫌いな言葉で言うと、うん、そのビジネスとしては全然最悪なんですね、多分成立しないんですよ。つまりだってじゃあ戦後の日本のその新聞、まあ新聞ってものがこれはよかれあしかれ、まあ戦前もそうだけれども、そのメディアの王様としてこうそのそういうその割に合わないものになってきたんだけれども、別にそれで儲けてたわけじゃないじゃん。はっきり言えば、まあかつては朝日だってそうだけど、オーナー企業としてまあそのなんていうのこう新聞、特に戦争なんかで部数を伸ばし、まあかつてのね正力だっけ、読売なんかはうちは白紙でも売るんだって言ったっていう、まあ営業力みたいなものでこう部数を伸ばしてきたっていうような新聞の中で、まあ、ある意味でそういう調査報道っていうのは心ある記者たちは一生懸命それを試みたし、それを新聞は支えたところもあったけれども、でも別にそれで儲かったわけじゃないもんね。それは落葉の鹿は高めたかもしれないけれども、あるいはテレビだってそうでしょ。だからでアメリカだって、だってニューヨークタイムズやワシントンポストはそこそこうまくいってるけれど、うん、ポリティコにしたってあれドネーションメディアじゃないですか、ある意味で、はいね、だからドネーションだったりとかお金持ちのある種なんかこうお金持つと人間ちょっといいことも うん、したくなりますよねみたいな。だって出版社だってそうでしょ、講談社にしたって小学館にしたって、まあ、文春なんかもそうだと思うけど、うん、別にその
それで儲かってるわけじゃないからね。だからなかなか難しいんだよね。ニューヨークタイムズなんかはいい流れになってきてて、うん、とにかく購読者が増えるんで、それで調査報道みたいなところにも力入れて、そうそう、そこにしかないものができる、あの、あるからみんなまた来るっていう、まあ一、あの、あえてうまくいったのは本当にニューヨークタイムズとかこの一部ですけども、うん、そこはそういうふうにはなってますよね。かつてだからアメリカって一時期そのどん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 ほら宅配性がないから紙はどんどんなくなってて、日刊誌もなんか週2回ぐらいになったとか、私の友達なんかもそう小さい新聞社いたんだアメリカで、でその後 2,3 年後にはもうそこにもいられなくなって、だいたい企業の候補になってくって、で今だいたいやっぱ新聞社とか辞めた人たちの行き先って企業の候補とかすごく多いんですよね。そうですね、アメリカと全く似たような流れができてて、ただアメリカは分かんないんですけど、今でもだからジャーナリズム学科出て企業広報やってる人 PR って結構多いって聞いて、それはもうつまりジャーナリズムで雇えるような記者っていうのが一時期ものすごくあの紙が減ったん で紙が減って記者も減らしてったんで、だけど今逆にネット媒体が成長してることで、あのおそらく記者採用できるところのネット媒体が増えてるんですよ。うまい構造転換になってだからアメリカと日本とちょっと違うのは、うん、アメリカは記者はもうちょっとかっこいい感じなんですよ。まあ、トランプにはね、あの地味の敵とか言われたけれども、やっぱり社会正義を体現する存在としてかっこいいし、うん、割と給料が安くてもなりたいって人が結構今でもアメリカはいるんですよね。だからやっぱり定期的にじゃあスポットライトとか、この前の C セットとか、うん、記者が主人公の映画が出てくるじゃないですか、うん、ヒーローの、はい、日本だと新聞記者、まあ、もちぐさんモデルになりましたけど、実際の日本で起こったあのノンフィクションで記者が主役になってるような映画とかないですよね。なんかだからそういう意味でも、でアメリカはもともとは給料が低くてもあのなりたいって人が多かったんですけど、特に今西海岸で起こってるのは割とネットメディアも立ち上がってきたんで、そういう人たちの給料がもともとは5万ドルとかそれぐらいだったのが、エントリーレベルって言われそれも 7万ドルとかで、じゃあロイターとかそういうところの記者だと、もうジョブリスティングでその求人で出てるので10万ドル近いものが提示されたりしてるんで、そういう意味では彼らのところは記者の給料も上がってるし、でなりたい人たちもやっぱり一定量いるって感じありますよね。だからまあ公共財としての、まあ、メディアが私はやっぱりあの今多分この流れで減っていくっていうね、その危機感あるんですけど、最後はまあ、一つその公共財だと思うんですよね。みんなが一定程度 その自分の地域や日本の国や社会の中で起きていることを共有して、まあ、今の LGBT でも入管でもやはりここは何、まあ、いろんな価値観あるけど、こことここは少なくとも変えていこうねっていう、うん、なんかその、まあ、右左いろいろね価値観はありますけど、それでもやっぱり公共ってなんだろうって考えた時にやっぱりマスにはならないかもしれない。メディアの必要性っていうのは私は、うん、まあ慣れてほしくないし、まあ、慣れないために何ができるかっていうのが、まあ、一つの手段としては、まあ、このような YouTube みたいなのがあるのかなと。そうですよね、まあ、アメリカついこの前バイデンがね、やっぱり、うん、その記者っていうのはやっぱり民主主義 あのピラーだと、うん、支柱の一つで、うん、Gピラーって言ったから一番大事な支柱だとも言ったんですよね、うん、まあ、それは今大統領選に移行してトランプさんは、うん、まあ、メディアはあの自民の敵だって言ったから、その、うん、まあ、あの逆張りをしてるわけですけれども、でも大統領がそうやって言うぐらいでは今でもあるわけですよね。ちょっとまあジャネズムになっちゃったので、ちょっとタイトルから少し戻したいんですけれども、はい、まあ TBS のですね、小川さんがこういう形で自分に向き合うことを言ってですね、もう一つあのこの間ね、あの結構話題になったのは、もっと NHK にいた高田真一、武田真一アナがあれですよね、日テレのデイデイっていう朝9時の番組 の、うん、あのこれでも15日トップニュースで11分やって、うん、で彼が、私も報道の現場に長くいましたけれども、この間こうしたことと言いますのは芸能界の中での出来事でニュースとして伝えるべきことなのかどうかということを突き詰めて議論したり考えたりすることをしてきませんでしたと。で藤島氏が自ら積極的に知ろうとしたり追及なしなかったことについて責任があると考えていますとしていますけれども、同じ責任を伝える側としても今感じていますと、うん、いうことは言ったんですよね。
ちょっと今日私見出しでね、逃げるテレ朝 NHK ってなっちゃってるんですけど、私ちょっと NHK さっきたまたま別の集会に行ったら、知り合いのカメラマンがいて、やっぱり明日緊急でジャニーズ問題を黒言でやるってことが決まって、結構その多分 NHK はそうは言っても民放機局含めてテレビの中では、まあ、1日遅れでしたけど翌日まあ2分っていう枠で取材をして、1万6000人の署名の時も来てたのは TBS と日テレと NHK でした、機局でいうと。だからそういう意味ではちょっとこのタイトルはじゃあそれ変更した方がいいかなっていう、あ、ここか。それは私はじゃあ指摘したいんですけど、うん、まあ昨日のですね月曜日の段階で翌日のそれぞれの看板のニュース番組でどういうふうに報じたかっていうのが大事だと思うんですよね。NHK はニュースセブンでは報じなかったですよね、うん、朝の7時のニュースでトップニュースでやったと私は聞きましたけれども、この日の7時この日の夜7時はやらずに夜9時にこの4項目目で、この前には G7 でどういうお土産を出すかとかそういうの長々とやってましたけれども、まあ7分間4項目目でやって言ったコメントが、田中さんが被害を訴える声は相次いでいました、うん、こうした声にしっかり向き合っていく必要があります、これだけですよ、うん、で田中さんのアップにさえならなかったですよ、これこういう映像だったので、もうだから最初からコメントする気がないっていうのは明らかなんですよね、うんうん、メディアの、まあ、反省には向き合えてない、まさにそういうことです、そういうことです。だから、まあ、私が、まあ、逃げるっていうのはそういう意味で言ってるので、自らの責任に言及しているところは、まあ、TBS という、まあ、そういう意味で言えば TBS だけ、 TBS だからこの個人なのでしょうけど、うん、武田さんはそうでしたね。だからやっぱりあと有働さんのやつですよね、ちょっと残念だった。その前に小池さんも、ね、じゃあそれいきますか。テレ朝ですね、はい、でテレ朝は3項目目で昨日の夜 の、 ニュースをやったんですけれども、うんうんうん、この間明らかだったのは、サンデーステーションだとそういうの、まあ、統一教会と ほとんど同じなんですけれども、うんはい、統一教会もジャニーズ問題もサンデーステーションではやるけど普通の報道ステーションではほとんどやらないっていうことが続いていて、うん、昨日はまあ3項目目ですよね。で藤島社長は書面の中で被害を訴え精神的に苦しんでいる方々に対して誠実に向き合っていく、それをやらずして私たちに未来はないというふうに述べています。ジャニーズ事務所にはここで言う私たちのという言葉を一事務所のという意味に限定してほしくないと思います。日本の芸能界をリードしてきた事務所だけにこの問題が及ぼした影響は非常に大きいものがあるからです。でこれ大きいものがあるのに全然やってこなかったわけですよ、報道ステーションはね。で被害を訴えている人たちをはじめ夢を傷つけられたファンやこの問題でショックを受けた多くの人たちの思いをまずはしっかりと受け止めていただきたい、誠実に向き合うというのはそこから始まるのではないでしょうかっていうのは、私は非常に見ていてちょっと怒りを感じましたね。だって一番消極的だったのに一番上から目線って私は言っていいと思うんですが、ジャニーズ事務所に注文つけてるわけですよね。でも注文つける資格は正直言って私は報道ステーションのこれまでの報道を見ていてないと思うんですよね。みんな自己反省ないんだなっていうのがびっくりですね。多分その程度、つまり小川さんがやっぱりきちんと多分大越さんからすると一回りも二回りも彼女は若いですけど、それでもそのね、おそらくだから1967年の女性自身も2004年のそういった最高裁の判決の話なんかも多分ほとんど彼女は私よりも若いから分かってないはずだと思うんですけど、大越さん世代ってもう知ってますよね、そういう話。そうですよ、うん、だけどそこにだから自分たちのマスメディアがやっぱり手をつけてこなかったね部分の問題に変えれないっていうのは何なんですかね。ちょっとこれは本当になんか人ごと感ですよね。なんかね、この問題が及ぼした影響は非常に大きいものがあるからですって、ちょっと私は耳を疑って、うん、だからその問題に加担したのは、うん、てか報道ステーションを見てる人たちはこれ全然わからないですよね。急に言われてこれは大きい問題ですって言われてもはっていう感じだと思うんですよね。青木さんはどうですか。ここで振るのは常に報道には辛口になってしまいがちなんです、うん、どうでしょうっていう、あの通りなんじゃないですか。いやこれどうしてこういうことをこう堂々と言えちゃうのかなっていうのは、私は本当に小川さんを見習ってほしいというふうに思いますし、じゃあそれを自己反省するとね、じゃあミュージックステーションどうなってんだとかそういう話に行くからなのか、でもそれとね報道ステーションでやることとは全く別次元の話ですし、
知らないよ。小川さんのやつは僕ももちろん見ましたけれど、小川さんの言葉なのか、もちろん小川さんの言葉でもあるんだろうけれど、まああれは、会社としてジャニーズに関するそのコメント、まあ今回のことを受けて、この大越さんがこれ自分の言葉なのか、ね、もちろん自分の言葉なんだろうけど、まあ多分、どんなコメントをするかっていうのは、チェックそしますの、ね。チェックっていうのは多分局と相当すり合わせるはずなんだよね。で、僕はよく知らない、その TBS に関して言うと、僕はサンデーモーニングで、仕事で付き合いがあるので、若干雰囲気知ってんだけど、報道現場は、やっぱり時勢も含めてやるべきだっていう思いがあり、しかし、局全体としては、なかなか前に行きにくいところもあるよね。でもやるべきだ、どうやってやろうかみたいな雰囲気がものすごく感じたので、まあ、ああいう小川さんのようなコメントが出てきたりとか、その前の段階でサンデーモーニングで、とにかくやるだけはやろうよ、みたいな動きがあったっていうことなんだろうね。で、そこから復縁して言えば、多分、テレ朝のこの大越さんのコメントを見る限り、まあ、大越さんご自身の問題もあるけれども、テレ朝にはそういう雰囲気は薄いんだろうね。だって他でもやってないわけでしょ？やってないハかトらリーのね。やつもね、ちょっと紹介してもらいたい。ちょっびとっくハトりリーしに行たきよ。まハすトか。リーね、私たちが、なんだっけ、その日曜日にライブをやって、で、これからじゃあメディアはどうやるんでしょうかって言ったら、あ、明日のテレビのあれで、ハトリーでやるってって流れて、あ、じゃあ、ハトリー玉川さんとね、ツイッターの予告予で2告項で目出てきにた。なってたんですよ。だ期待したんですよね、ちょっと。あ、ようやくハトリーで取り上げるか。そしたら。まあ、羽鳥さんが最初 VTR が流れて、代表であるジュリー社長がコメント謝罪ということになりましたと。で、石原良純さんが、まあ、割と長くコメントしたんですけれども、ポイントは、まあ、事実認定できないっていうのはまあそういうことなんでしょうと。だからこれから今後が大事ですよねって、いきなりもう今後の話に移ってしまって、時代が変わっていってるなと思いますみたいな話と、これからどうなっていくかってことが大事と。いきなりもう最初からこれこかれかららの話しましょうってなってて、で、やはり改革、その抜本的改善に向き合っていくことで、玉川さんどうでしょうっていうふうになってなったね、だっら、てどう玉か。川氏が、そのね、藤島社長がこういうふうにしてコメントをして謝罪をしたってことは大きなことだと思うんですよと。とても大きなことだと思うし、大きなステップを踏み出したんだなというふうに思いますと。でも、これね、我々はやっぱり小さいステップで、小さい子だと私は思いますよ。藤島社長のね。で、それも会見もしなかったから非常に問題だと思ってますし、だけど今まで何もしなかったところからすると、彼らからすると、一歩まあ、ですよ一ね。歩前に出たんで、正しい方向への一歩だけれども、まだ小さいと。でもそれは必要な一歩だったと思うんですけど、これ、異例大きな一歩を踏み出したって、もう手放しで称賛してるわけですよ。で、やっぱり今後って、またこの今後の話になってて、今回こういうふうにコメントでコメントされたこと、これきっちり進めていけるかということと、自ら検証して進めていけるか。その際に、やっぱり被害を訴えられている方を第一に考えて進めていけるか。どうかってことがポイントだし、やっぱりジャニーズの未来をそこが決めるんだろうと思いますと。だから記者会見をやってないこととか、それからまあ、なんだろう、第三者機関を設置しないこととか、結構ポイントとしてはもう、いくつかパンパンパンって批判できるところあると思うのに、なんかそこ触れてませんよね。で、なんかこうやって文字起こしされるとすごいわかるんですけど、なんかムニュムニュしてる感じはしますよね。いつもの玉川さんらしくないというか。どうですか？お友達と一緒に。いつも玉川さんはもっとスッキリ、ほら、スッキリ言ってくれるからこっちも聞いてて気持ちいいのにさ。これ全然スッキリも、しない。同これじはだと思もうう同よ。じなんですか、要やっするぱり。に、これが、どう見てどうも、見て玉も。川徹氏のコメントコではメントなじいゃよない。ね。だから、多分、この件に関しても、お越しさんもそうか。まあ、要するに、局との間の、こう、てか、まあ、自由にコメントはしてないよ、して明らない。かできにね。ない。だから、これはテレビ朝日の意思だよね、明らかに。それが、その誰が発してる意思なのか、でも少なくてもそういう意思なんだろうなと思うよね。だからまあ今回だから大越さんのコメントと玉川さんのコメントを見る限り、似てますね、すいやごいくや、ね。基本的にはこの件はもう出るなこうと、だと。表に出るなというふうに、もうとにかくもう一応触るだけ触って、もうあとはいじるなっていうことなんだろうね。それがどういう力学なのかっていうのは僕はよくわからないけどでね。も彼らに何か物言えるとしたら早川会長か篠塚社長しかいませんよまあね。そうなんだろだからそれがなんかある種のなんていうかな、テレビメディアへのもうネットでバーッと出てきますけれど、
おかしいじゃないかっていうのがすごいわかるし、もちろんミュージックステーションっていうのがあって、あそこはとにかく歴代ジャニタレでね、ガン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 埋めてて、かつては一緒にこう番組の中に出る人が、みんなジャニーズのグループグループグループじゃないとダメらしくて、ジャニーズのグループグループで全然違うところが出ると、一回だけ何回かそのジャニーズがもうやっぱり出ないって拒否されたことがあったらしいんですけれど、それは全然そのジャニーズ事務所じゃない、あの事務所のね、歌詞をポンと入れたらやっぱ大激怒されたみたいなのがあったりして、非常にだから、あのミュージックステーションへのジャニーズタレントの影響力ってものすごい強いっていうのは聞いたんですけど、でもやっぱりそれとこれとって本当に違いますし、今やっぱりマスメディアへの不信っていうのは、カウアンさんがあれだけ前に出てきてるのに、えって NHK が2分で、その後はネットのウェブだけで、でとにかくテレ朝って、今日フジテレビやってるかどうか分かりませんけど、テレ朝とフジテレビはかなり消極的でした。だからそこはもうもはや SNS 上でいろんなね、ファンの方たちのやり取りや一般の方たちのやり取りがあって、もうあのそういう意味では批判はありますけど、ガーシーチャンネルでも約1年半年以上前には、あの彼はポロッとだけど言ってるわけですよね、そういう生々しいその被害を受けたって話を。だからそういうのを含めて、これだけ SNS が発達して、みんながカウマさんがもう告発会見したってことを知ってる中で、ずっと報じてきてないマスメディアがいくつかこう象徴的にあって、ようやく報じた、じゃあここはもうね、ジュリーさんが謝ったからにはきっちり切り込むのかなと思いきや、こうなってしまう。だからこれは私はやっぱりその経営上層部がもう現場にいろんなことを 言った結果がこうなっちゃってるのかなと思うんですけど、いや、それ明らかに経営上層部の判断だと、ね、それがやっぱり大きなマスメディアとしては間違った判断だと思いますし、あのじゃあそこでね、厳しい言葉を言ったところで、その私たちもほら、ジャニーズ事務所サイドをちょっと取材で聞いてると、彼らの方がまずいと、もうむしろテレビはなんか全然だから一時期やってなかったけど、彼らの方がアークを見たり、それこそ美咲さんとのやり取り見たり、いろんな YouTube 番組を見て、まあ、カウアンさんでそういう意味ではこう本気で、あのそういった、まあ、あの事務所だけじゃなくて、この業界の体質とかね、あの枕営業の世界とか芸能とか音楽業界の流れで、日本の社会で今日もあの会見で言ってましたけど、あの本当縦社会でね、やっぱり上がこう言ったらみんな誰もそれ逆らえない、でそのセクハラやパワハラって本当にどこにでもあることですよね、でもやっぱりそれは変えなきゃいけませんよねって、今日も結構彼はやっぱしっかり話してくれて、そういうことってみんなやっぱりテレビがやらなくたってネットメディアに彼が何回か出ることでやっぱり気持ちも含めてすごく伝わるので、そういうふうにやっぱり今ああやって声を出してきた26歳の彼がいるときに、これほどマスクが無視するのかとか、でようやくじゃあジャニーズ事務所としてはそれは十分ではないけど、一歩彼らからすればかなり大きく頑張っただろう一歩を踏み出したときに、受け手の側のねマスクがこの程度しかきちんとその批判も含めてね向き合えないのかっていうのは恥ずかしい話だなと私はね思いますけど。その私テレ朝で気になるのは、こうやって比較して今回見たんですけれども、うん、あのこれからフジテレビとかあのさらにニュースゼロも紹介しますけれども、彼らはやっぱり自分たちが当事者であるっていうことの、なんていうか、それに対する意識とか罪の意識は顔からは出てるんですよ、うん、でもテレ朝はこの羽鳥さんもほとんど顔を上げずにベラベラって喋って終わっちゃって、うんうんうん、で玉川さんは、まあ、それが局の上層部の声だとしても、これを言う時に何のてらいもないっていうか、とにかく、ね、大きなステップ評価とともにもう先の話で行こうよっていうことを、こう何の葛藤もなく喋ってる感じで、大越さんも同じですよね、全くやってこなかったのに葛藤あるんじゃなくて葛藤が見えないです。でもそれはやっぱり映像って怖いのは、そういうものがあれば見えるじゃないですか、画面から。それが見えない、なんか開き直ってたり上から目線だったりするのがちょっと私怖いなと思って、多分現場の話を聞いててもそういう、あのとにかくね、あの逃げ切ればいいっていう感覚しかなくて、向き合おうって感じがないっていうのは、まあ、テレ朝の関係者からも聞くので、それが出てるなと思うんですよね。でここで今言ったニュースゼロの有働さん、まあ、これね物議を醸してますけれども、まあ、ちょっと早口だったんですけどね、うんうん、この件に、いや、もちろんですね、はい、あ、すいません、この件については番組で話し合って私が話します。まずは性被害については被害者のケアを最優先に考えてほしい。そしてエンタメを通じたくさんの夢を見せてきてくれたジャニーズだからこそ、ファンや私たちが迷いなく夢を見続けられるようにしてほしい。
そのためには今回の説明にとどまらず、プライバシーを十分に守った上でですが、情報をオープンにする社会的責任を果たしていくべきだと思います。そして私たちゼロも性被害は絶対に、性加害なのかな、これ多分。加害は絶対に許さないという姿勢でしっかりと向き合っていきたいと思いますと。うん、まあこれ自体は短いし、なぜ桜井さんにね話をさせないんだっていうあの指摘はあるし、私もそれはその通りだし、桜井さんも話すべきだったと思うんですけれども、ただなんていうか、ウドさんの話を聞いてると非常に追い込まれてる感じもあるし、でも自分がこの当事者であって自分たちにも問題があるってことを感じてるのが分かるんですよね、この映像から。映像からね、うん、なるほどなるほど。それは私が感じたことで、もう一つは、もう一つは、まあ、フジテレビ、フジテレビがあのチャットでも一番やってないじゃないかって、その通りでもあるんですが、これ目覚まし8の谷原さんで、いやでも、でもね、でもね、途中で異例の謝罪です。異例の謝罪でしたけれども、なるほど、これはあのジャニー喜多川さんの性加害についてジャニーズ事務所は知らなかったということなんでしょうかと、まあ、一応言って、最後に続いてお天気参りましょうって言うんですけど、それがあの写真です。それでこの近所、でもあの顔でお天気参りましょうって言ったんですよ。だからすごくかなり意を決して言ってるわけですね、きっとね。お天気参りましょうって意を決して言ったわけですけど、やっぱ思いはもっと自分たちがあのやってないっていうのをみんなが言ってるし、うん、それを自分たちも、まあ、ずっとスマップも含めてフジテレビやってきたわけですよね、うん、そのつながりもあるから、まあ、多くの人が、ね、うん、それに板挟みなのか、だからやらないんだろうなと思ってるわけですけど、それを苦しそうな感じは、私は、ね、うん、これを見た時にはそう思ったの。そんなことないでしょ。いや、まあでも出ますよね、うん、どう、あの怖いなと思うぐらい出ないよ、何も言ってないじゃん。出ないんですか、ね、言葉はね。いや、フジテレビは一応目覚ましいとはその5分間か取り上げてるんですね、うん、最もやりづらいとは聞きました。ただつい最近ほら日曜日番組で9時から松本久志さんと中井さんの番組に香取さんを呼んだと、はい、これがそれこそ6年ぶりかなんかに初出演ってことで、基本的にフジテレビって完全にタブー、スマップ辞めた人は絶対出せないっていう感じだったらしいんで、これはまあ一つのその亡くなった以降の雪解け現象かなと思うし、有名な話はあれですよね、2019年独禁法で告発を受けてるんですね。それはどうも話を聞いてると、そのフジテレビに対してその一定のタレントしかその使わないというのは、まあ、つまりそのジャニタレですよね、そうした人は使えないということで、まあ元スマップの方たちが実は問題だということをね告発されたみたいな話もあるらしくて、でもそこがやっぱりあの香取さんが出てきたっていうのはある種の一つの新たな動きではあった。だから今日もあのそうです、あの80人100人ぐらい記者がいて、代表カメラがフジテレビの、カメラで、で代表取材も5分の質問投げられるのはフジテレビの人だったんで、すごい勢いでこう聞いてるんですね。で終わった後も何聞いたんですか、フジテレビの人は。そうですね、まあ、だから今日の思いとこれからどういう方向に向かっていけばいいのかみたいな話を聞いて、でそれぞれの気持ちみたいなのを聞き出して、でその横から田中隆作がですね、でこれまで今まで全くこういうことをしなかった新聞テレビの責任をどう思いますかってまたマスメディアの、こうあの罪をねバーンってぶつけてて、でそこでカウアンさんがですね、なんか妙に空気を読んで、まあそれはちょっとさっきもあの話したところですのでとか言って、ここカウアンマスメディアに気を使ってんなと思いましたけど、まあ、そういうツッコミを田中隆作さんはね、フリーランスの方が入れてましたけど、まあでもフジテレビ、うん、まあ、一番やってないっていうのはまさにその通り で、まあ、こうやって私も主観的に言っちゃいけないのかもしれないし、うん、今コメントで谷原さんは俳優だぞって申し訳ないです。まあまあちょっと私はそういう感じしまったので、はい、なるほどね、そうかもしれない。でも確かにフジのこういう姿勢ってフジテレビちょっと出たことあるじゃん、あの日曜日のミヤネ、ね、ミヤネサンデー、あのね、ミスターサンデー、あのね、まあなんだ、どこまで話そうかな、あのどんどん喋ってください、あるテレビ局での経験だけど、うん、キムタクって言うなって言われたんだよ、うん、キムタクって青木さん、あの台本に書いたんです、キムタクは NG ですって。台本に書いたんだよ。なんでってこれ聞いたら、俺別にキムタクなんて言うつもりないんだけど、うん、てかそもそもそんなキムタクっていうほど慣れ慣れしくもないし、別にファンでもないので、このなんでこれキムタクって言っちゃいけないのって、なんで書いたのって聞いたら、要するにキムタクっていうのは本人が嫌がってるらしいと、うん、で言うわけ、
本人がなんかね、キムタクって言われるのが非常にお嫌いらしくてって言うから、え、本当に嫌いなの？それね、本人がなんか言ってきたの？あるいはジャニーズ事務所から言ってきたの？って言ったら、いや、そんなことないんです。なんか嫌いっていう話がいろいろ伝わってきてるので、ここに書いてきました。そういう世界なんだって、本当に。あるいは、相性だよね。あるいは、これもテレビ局での話だけど、まあ、その、スマップの解散騒動の時に、うん、あれは、あの時もなんか文春はバンバン書いてるわけですよ。ところが、テレビ局は一切やらない。情報番組も含め、ワイドショーも含めて一切やらない。っていうことがあって、ところが、でもスマップが解散しますっていうのが、テレビ局、ジャニーズが発表したら、やるわけ、トップ項目で。で、僕が出した番組でもやったわけ。事前にプロデューサーから青木さんコメントしたいですかっていうことをしたいしたいって言って何言いますかって言われて、俺も基本的にそのなんていうのそのこうなんていうの望月さんほど暴れ馬ではないのでこの話はねそもそも文春がもうバンバン書いて週刊誌はバンバン書いててみんな知ってると思うと。でテレビ局っていうのはマスメディアではあるし報道機関ではあるんだけれどもある意味芸能事務所に関してはもう一心同体になっちゃっていて当事者だともう準当事者になっていて報じられないこともあるとだからメディア見てる人たちはそのこういうメディアリテラシーみたいなものもこうある種必要なのかもしれないですね的なことを言わせてくれっていう話をしたら会議が開かれて NG 青木さんこの件は一切コメントなしでいきますからって言われて僕は一切コメントしなかったねだからそういう意味で言うとそのさっきの、まあ、この谷原さんだろうがそのなんていうの玉川さんだろうがあるいはさっきの石原良純だろうが羽鳥さんだろうがあるいはあのなんだあの大越さんだろうが、まあ、大越さんのはあれちょっと問題だなと思うけれど、まあ、多分そういう感じなんだよはっきり言えばねでその時に俺プロデューサーに言われたセリフで忘れないんだけど別に個人攻撃じゃないよすごい印象深かったんだけど青木さんとはこんなことで戦いたくないんです政権のことで戦うんだったら僕らいくらでも戦いますけどジャニーズのことで戦いたくないんですみたいなことを言って言われて俺その時に言ったのがいやジャニーズと戦えなかったら政権とはもっと戦えないと思うよって本当そうなんだよ記憶があるんだけどそれに見たかったですねだけどまあそういうことなんだよでそのまあ、さっきのキムタクって言っちゃいけないなんていうのも別にねジャニーズから、まあ、もちろんジャニーズから言ってきてる時もあると思うんだよだけどもう完全に忖度なんだ忖度はっきり言ってだからその僕もこうそういう意味ではこう犯罪の片棒を担いでみたいなところあるんだけれど、まあ、かといってさなんか、ね、やってる途中でさちょっと俺に喋らせろってアイアムノートジャニーズやるしかないよっていうあれもないからさ、まあ、まあしかもあの時はね別にスマップの解散なんて俺別にどうでもいいと思ったら興味もなかったからさまあいいやとか思ったんだけど、うん、まあある意味でこのなんていうのかなこう強烈な圧力を受けていることもあったんだろうけれどもむしろやっぱり当事者あるいは準当事者みたいなものになった時のこうメディアこれテレビに限らないと思うんだけれどもの圧倒的な弱さっていうのは、うんこれはだからこう8チャンネルもそうだし有働さんもそうだし玉川氏もそうだけれどもその裏の打ち合わせでどんなことが行われてるのか僕はなんとなく想像つくんだけれどまあまあはっきり言ってクソだよねだということだと思うよダメなんだよでこんなことやってるとどうなんだろうねそのまあこれ別にテレビに限らないんだけれどもまあなんていうのそのこう圧倒的なこうパワーを持っていた時代のテレビであったりとかこう圧倒的なパワーを持っていた時代の新聞だったりとかみたいなものが崩れ落ちる中まあ本当なんていうのかなちょっと陳腐な言い方だけど信頼を失うんじゃないの、うん、はっきり言って、うん、NHK についてはどうご覧になってますかNHK だって一緒でしょだって僕は思うけどさだってこれだからさ俺さ本当不思議でしょうがないんだけど芸能事務所っていうのと僕は一回ねあるテレビ局の幹部に聞いたことあるんだよ芸能事務所とテレビ局の力関係ってテレビ局の方が強いはずじゃんと、うん、だ出してやってんだからさ、うん、って言って特に NHK なんかそうでしょ、うん、これが不思議なんだよね、うん、なんで NHK がさこんな忖度するのかただあれなんだろうねその鶏が先か卵が先かみたいな感じになっちゃうんだけれどもこれだけ圧倒的な力をジャニーズに持たせたっていうねだってそれこそさ
この国の芸能メディアの、まあ、ある種これ負の側面だと思うけど、ジャニー喜多川っていうのがプロデュース能力ってものが素晴らしかったっていうのは、それは一定程度認めるんだけど、しかしさ、まあ、韓流スターなんかが出てきたりとかしてさ、音楽にしてもダンスにしてもさ、あるいは演技にしてもさ、圧倒的に素晴らしいものが出てきてる中で、でも NHK なんかはだって紅白歌合戦からジャニーズ引いたらもう何が残るんだよみたいな状況を作ったのは NHK だし、あるいは紅白歌合戦だったらともかくさ、だって大河ドラマだろうが、バラエティだろうが、なんだろうが、もう全部ジャニーズに侵食されて、そで、うしかもだってさっきね。の、ヨドさんの番組、ニュースゼロなんてさ、さっき、桜井さん、尾形さんはさ、なんか日テレとどういう利害関係があるのか、全部優しく言ってたけど、あんなもの、桜井君を出してることがおかしいんだから。番組ね。で、しかもだってさ、これ、ちょっと話が脇にそれちゃうかもしれないけど、少なくてもね、10年前のテレビ局だったら、ニュース番組に出いいてじゃいないでする、か。キャスターとして出ている人が、CM に出るなんてことは、テレビ局は絶対許さなかったよ。そうか、だって今なはるさ、これだって桜井ほど。君だってバンバンなってあの生命保険だそうか、でなんすかね。がん出てる。保険だかのさ、CM 出てるじゃない。そんな人をメインキャスターに置くなんていそっか。う、そ本当だのね。ことをする、あるいは、まあ俺個人攻撃したくないけど、例えば、TBS だってさ、夕方のニュースやってる、なんだっけ、ホランさんだっけ、あの人の CM 出てんじゃない。確かに。例えば、古舘伊知郎さんなんかは、あれ、今結構 CM とか出てるけど、でも少なくても、ニュースステーション、報道ステーションやってる時には CM には出なかったよね。つまり、ニュース番組をやってる、まあ僕に言わせれば、情報番組のコメンテーターもそうなんだけど、本当は、そういうその情報の伝え手になったら、CM には少なくとも出ないみたいな矜持があったはずなんだけど、それすらなくなってるわけだよ。っていうテレビのニュース番組、だから特にこのニュースゼロに関して言えば、こんなものに期待するのがおかしいよ、はっきり言って。ジャニーズ事務所出しといて CM に出てるタレントが、キャスターでございって言って出てくるようなニュース番組は、それは、小川さんが知ってる通り、欧米基準で言ったら、こんなものニュース番組ではないよ、ないですはっきり言っね。て。そもそもこういう人たちが出ないですからね。だから、まあ、例えば、報道ステーションだってそうだよ。別にスポーツキャスターだからいいのかっていう問題もあるけれども、例えば、松岡修造さん、CM にバンバン出てるじゃない。そんなもの、本来ニュースを伝える資格はないよね。だから、ジャニーズのことに限らず、でもね、少なくてもね、10年か、前は違ったん15だ。年くらい前の、少なくても夕方のニュースとか、まあ、昼のニュースってのは別としても、ワイドショーはちょっと別としても、夕方のニュースと夜のメインニュースのキャスターとかっていう人たちが、こんなに平気で CM に CM 出にて出るってている。いうような状況って、もう少し自制してた気がするんだけどまあ、美ね。人のね、この谷原さんだって俳優割だとし、そうだ CM よ。も出ているや、CM も出てると思出うてよ。る僕知よらないけど。ね。まあ、自制してんのか。まあ、ただ、これはワイドショーだからね。まあ、ワイドショーだってそうなんだけど、ただ、そういう、自制は、例えば、羽鳥さんだって多分 CM 出てないでし出ょ？てなあい。れから、あれ宮根も、誠司だって出てないでしょ？だから、ま、宮事根務さん出所てがない多少まね。ともだったら出さないはずなんだよね。で、あるいはテレビ局が多少まともだったら、少なくても、この司会や MC やってる間は CM には出ないでくださいっていうふうに言うのが普通だと思うんだけど、まあ、それすらなくなっているなんて、ある種さ、ニュース番組、まあ、僕にはそれはちょんちょんがっこつきのニュース番組だけど、そんなものに期待するのがなんか間違ってんじゃないのって気がするけあどれですかね。ね、じゃあ10年、15年ってほら視聴率がそれこそ5%、10%落ちてきてるってことと、なんとか視聴率を保ちたいわけじゃないですか、そういうふうに。見てる人は減ってるけど、で結局今聞くのは日テレのこのニュースゼロとツースリーって、なんとか小川さん入れてね、ゼロをこう追い抜きたいって思ってるらしいんだけど、有働さんと、そのまさにジャニタレの桜井さんが出てて、やっぱりニュースゼロらしいんですね、視聴率的にはですよ。でもその理由が、いわゆるそのね、ある種の、有働さんのパワーもあるかもしれないけど、ジャニーズタレントというね、桜井さんを使ってるからだとすると、なんかね、視聴率を保ちたいがゆえに、かつてはね、それはやらなかったよな、みたいなことがもや今、状態化しちゃってるの劣か化なな、んだろうメンタね、ル。一言で言えばね。それこそさ、まあ、小川さんいるから朝日ばっかりさ、機嫌出しちゃうけどさ、そんな、ね、安倍事務所に頼まれて、なんかさ、他社のさ、なんか原稿を検閲するみたいなさ、青みたいなやつが生まれるのと一緒で、ある意味でメディア現場の、なんかごく当たり前の原理原則、なんか表だっていうのも恥ずかしいような、少なくてもニュース番組のキャスターとして出てくる人は、CM には出ないでくださいねっていうような、ごく当たり前の原理原則みたいなものが、どうなんだろうね。僕はテレビ局全て知ってるわけじゃないけれども、
こうある種共有されなくなってきているっていうようなことなのかな。だからそれがね、その、まあ、さっきの大越さんのがどういうこうあのセリフをつもりで喋ったのか知らないけれども、でも多少まともな神経を持っていたら、そのジャニーズが怖いと、あるいはジャニーズとの今後の付き合いもあって踏み込むのはやめようと、少なくても飛び出るのはやめようってもし思ったとしても、一言一言どこかに、ね、どっかに入れるっていう、ね、でもその方がむしろ、うん、分かるよ、ね、あのその方がむしろこうメディアのとしての、うん、まあ、僕は大嫌いな言葉だけど、危機管理としてもね、危機管理としても普通だと思うんだよね。むしろこれで言っとかない方がこう逆に危険でしょう、うん、だから一言どっかに入れればいいんだよ。例えばそのね、こう我々メディアもその反省を迫られてますっていいじゃない、そうそうそう、それで。だけどそれすら言わないっていうのはどうなんだろうね。その僕はこう別にジャニーズが、まあ、今も怖いっていうのもあるのと同時に、メディアとかジャーナリズムとかってものに関わってる人たちのごく常識的なこうものがやっぱりなんかどっかでこう、うん、欠けてるんじゃないですかっていう気はやっぱりするんだけど、どうかね。なんかメディアのことをね、まあ、まあ、そういう意味ではダメになってきてるのかなって感じますけど、そのカウアンさんと話してると日本のエンタメ業界そのものがね、まあ、今回ジャニーズのことで注目されてますけど、やはりあのかつてはジャニーズ事務所をお手本に韓国のエンタメ界がね日本に進出してきたりしたけど、今は逆に BTS が世界的なまさにアーティストみたいな活躍をして、まさにその歌も踊りも一流だと。でそうするとそのかつては韓国はね日本のこういうエンタメ業界に憧れてたけど、当時そのカウアンさんが辞める直前なんかもうみんなその BTS 含め韓国のエンタメ踊って歌えるその K-POP を待ち時間に見てる、ずっと見てる、で俺たちこのままでいいのかっていう焦りも含めて、だからこそ彼は、まあ、あの自分の追求する形がアイドルではなくやっぱりアーティストとしての歌手なんだなって思いもあって、まあ、あの独立していく道選ぶんですけど、そういう意味ではその単に、まあ、マスメディア自体もすごく劣化しちゃってるっていう感じはしますし、じゃそのエンタメ業界っていうのも果たしてずっとじゃあ戦後一時期その確かにジャニーズ事務所筆頭に華々しい日本のエンタメっていうのが昭和をね盛り上げてくれたってあるんだけど、じゃあ今どうなのかと、本当に世界も含めて今ね、あの人口減少が進んでるから、あのジャニーズも含めて海外に一つのその市場を求めてアーティストも出ていこうっていうふうにやろうとしてるけど、はっとふと気づくとね、もう全然あの韓国が自分たちよりもっともっと先にそのエンタメ界でも行っていて、このままでいいのかっていう葛藤にずっとその彼はね、やっぱりそみんながそういう見てる時点でもう完全に自分たちの差を感じてると思うんですよ。もうそんなことだけど、別にエンタメだけじゃないじゃん。だって映画もそうだし、例えばだってそれは僕も韓国に長くいたからあれだけど、うん、それは朝鮮戦争を経てもう本当にそのアフリカの最貧国と同じくらいの焼け野原になった朝鮮半島を韓国が立ち直るときに、これはこの話すると全然違う話になっちゃうから深く話さないけど、1965年に日韓国交正常化し、日本が経済協力資金を払い、でと同時にそれと同じような形で日本の企業が韓国に進出をし、まあ、ある意味でこう第二の植民地経済みたいなものを作って、でそこで例えば自動車にしたって、あるいはそのこう家電にしたって、あるいはその食べ物インスタントラーメンにしたって、スナック菓子にしたってっていうものが、日本が技術をある種こうなんていうのこう供与したというか、技術を伝えたものが韓国経済っていうものを戦後こう浮揚させたわけだけれど、でも今になってみたらそれは半導体もそうだし、自動車だってもうそれに近くなってきてるけれど、韓国の方が全部先に行っちゃってて、一人当たり GDP はもう韓国の方が上ですよみたいになってるわけで、でその原因っていうのがこう日本のそのこの30年間、まあこれは小笠さんの専門分野だけど、なぜこうね停滞に入ったのかみたいなところを考えれば、まあメディアがこうであるっていうことはやっぱり一つと大きな原因なんじゃないの。それは政治の問題もあるし、ね、その財界の問題もあるけれども、メディアがこうだっていうことは大きいんじゃないの。だってさ、それであるじゃない、だってさっきの、紅白歌合戦なんかそうだけどさ、アホみたい、アホみたいにさ、ジャニーズばっかりになっちゃってだけじゃなくてさ、だって何年か前にさ、韓国のなんだっけ、こうそれこそ BTS は知らないけどさ、ね、はいはい、韓国の K-POP の女の子たちを出そうとしたらさ、ね、そしたらネトウヨがさ、なんだ紅白歌合戦は韓流韓国のスパイカーみたいなこと言われて、そういうの全部追放したりとかさ、まあ、バカなことしてればさ、こうなるよね。今日橋田さんがぶら下がりで話されてたんですけど、あの結局
その自分のいた場所がジャニーズ事務所、たくさんの人に送り出すまで、夢や希望を与えてきて、こういう会社だから被害を受けても非難ができない、何かが悪いことがあっても目をつぶるってことがずっと続いてきたと思うと。でもエンタメという世界がこれをずっと続けてった時で、ずっとこれを黙認して続ければ、これ以上そのエンタメ業界の発展は、まあ、彼今37歳かな、もうないと思うと。純粋に人に何かを見せる、表現していくことをもっとまっすぐできるような社会になればいいと、変えていかなきゃいけない。だから彼自身も今もうね、元ジュニアさんで独立してから新たなその会社を立ち上げて、まあ、多分おそらくプロダクションでタレントさんとかそういう方をいろいろ使ってということだと思うんですけど、でもやっぱりそのエンタメの世界をもっともっときちんといいものにするには、これをやっぱり黙認し続けてきた文化とかはからはやっぱ決別しなきゃいけないっていう。だからまあ自分自身もそのこれから小さい会社だけどそういうことを続けていくためには、この問題にきっちり向き合わなきゃいけないと思うっていうことを言ってて、まあ本当すごい今日緊張してたのが伝わってきましたけど、2人ともそういう意味では何だろうな、やっぱりその昭和の光と影の非常に影の部分に、まさに彼らみたいな20代30代の若い方たちがまさに向き合って、こんなにね、セカンドバッシングも、それからね、ジャニーズファンの方からも、一部の方からはすごい批判を受けてると思うんですけど、でもやっぱり日本のエンタメが変わるためには、今自分がやっぱ声を上げようって、やっぱカウアンさんの会見を見て、すごくやっぱり、橋田さんの勇気をもらったとおっしゃってたんですよね。エンターテインメントとか芸能って言われてる分野の僕は専門家じゃないんだけど、ジャニーズ事務所っていうののね、功罪ってことで言うとね、例えば日本の大手の芸能事務所って、これはもともと芸能っていうものの、こう、なんていうのかな、源流っていうものと大きく関わってくるんだけど、そのいわゆる今で言う反社会的勢力って僕は大嫌いな言葉だけれども、いわゆるヤクザの世界と芸能界っていうのは、まあ、興行の世界っていうのは非常にその表裏一体になってきた。まあ、それこそ美空ひばりの時代とかなんかだっそうたですらね。うん、ほぼ一ね、体だっそたっていうこう時代が長く続いていて、でね、ジャニーズに関して言うと、まあ、そのこう、なんていうの、ジャニー喜多川とメリー喜多川っていうこの兄弟が作った、戦後作ったって、しかもアメリカ由来だっていうか、まあ、もともとそその西海岸のどっかのあれでしょ、天台宗だかなんかの僧侶うですの息ね、子かなんかそうだっですたわけじゃね。ない。で作ったから、このジャニーズ事務所の功罪のってか、光と影の光で言うと、これはね、誤解を恐れずに言えばすごいことだったと思うんだけど、珍しく日本のその戦後のこう一大芸能事務所の中でほぼヤクザとの付き合いがあまりない事務所のうちの一つではあるんだよね。そういう意味で言うそこはと、綺麗ですね。綺麗っていうか、なんていうのかな、こう戦後日本の芸能界の中で一つ大きな、まあ、僕が専門家じゃない、僕が言うのもなんだけど、一つの特色のある芸能事務所であったっていうのはあるよね。でその一方で、こう例えばあるじゃない、その、なんていうの、ここで言うと多分すげえ怒られると思うけど、そのバーニングとかさ、ビーバリバーニングとか、あるいは吉本興業なんかも含めー。たその芸能事務所っていうのはかなりヤクザの世界と近かったりとかすそうでる。すでね。僕はそれ自体を非難するべきなのか、どう捉えるのかっていうのは、多分これそのね、社会のこうありようみたいなものに関わってくるから、ヤクザとこう絡んでるから汚いからあいつら許せないとかっていうつもりは僕はないんだけれども、ただ相当怪しい裏社会の人たちとこう一緒になっていて、でそれがね、その話するとまたさらに長くなっちゃうんだけど、でも例えばさ、実態はそうだったにもかかわらず、例えばね、ちょっとヤクザとの関わりがあったっていうことでもうほとんどなんかこう息の根を止められた芸能人みたいな人たちが何人か今いたね、りとまだか、ね。そのくせさ、政治家は反社会的勢力と付き合っても全然息の根が止そうまでらすなね、いっみんていうな。問題点もあったりとか。でね、僕は何言いたいかっていうと、さっきの話に戻るんだけれども、そういうそのエンターテインメントっていうものは、エンターテインメントの業界として、エンターテインメントがタレントさんたちが何かを作ってみせるっていうのは、もちろんそれはエンターテインメントなんだけど、マスメディアっていうのはテレビなんかがそれを伝える媒体になることはあるんだけれども、でもと同時にその背後に何があるのかっていうのを本来は伝えるべきだし、こんなに面白い話はないわけじゃん。なだっるほどてね。さっきの話に戻るけどさ、だから一体ジャニーズっていうのはどういう芸能事務所なのか、なんでこんなにこう、その、なんていうのかな、こう戦後一貫して、僕は一回もそのジャニタレのファンになったことないし、誰かのアイドルのファンになったってことは僕は基本的にないんだけれど、例えばあれじゃない、そのフォーリーブスとかだったりとかから数えればさ、ほぼこの半世紀間くらい、全ての世代がジャニタレの誰かにこう何らか、なんか影触響をれ受け合ってるってていうか、る。触れ合ってるっていうの、こんな芸能事務所多分ないよね。つまり
そういう芸能事務所がの裏側みたいなものが、なぜ芸能ジャーナリズムっていうのが、あるいは芸能ジャーナリズムに限らないジャーナリズムが触れようとしてこなかったのか、触れなかったのか、この異常性、あるいはこうかつてはね、例えばね、芸能リポーターなんかもね、僕例えば梨本さんって、僕その晩年の梨本さんとちょっとこう交流があったんだけれど、梨本さんなんかはもちろん芸能リポーターなんだけど、あのね、こう突っ込むところはもうちょっと突っ込んだよね、もうちょっと突っ込んだよ、だけどそういうのが一切なくなった、うん、だからもうその芸能リポーター的な人たちの中でも、あるいは芸能ライターみたいな人たちもそういうところにほぼ込まない、あるいは突っ込んで、別に光と影あるわけだから、別に罪だけ書くわけじゃなくて、光も書いて突っ込んでいくことの面白さみたいなものにチャレンジしなくなってきた、まあ、チャレンジしなかった芸能ジャーナリズム、この何十年かの芸能ジャーナリズムっていうものの問題点なんだろうなっていう気はするね。例えばね、田原俊彦さんの会見とかね、すごい会見で、それで、ね、大きくあの評判が揺らぐみたいなことがありましたからね。田原俊彦だったらあれでしょ、ジャニーズ事務所辞めて、一時期はもう完全に干されてたわけでしょ。でそれがまあ最近ね、またいろんな形で出てきたりとかしたりとかさ、うん、それはそれでさ、なんかもうちょっと形ですね、形っていうか、それ自体を本来であればワイドショーであったりとか、だからさっきの話で面白いんだから、なんでそんな風になったのってみんな思うじゃん。だからそれ自体ネタとしてきちんとやりゃいいんだけど、それをやらないっていうね。ペナカローさんの話、よくこう偉人として伝わってくるんですけど、まさに美空ひばりさんを描きながらそういう世界を描いてる、ね、そういう、だからその美空ひばりっていう希代の歌姫だったりとか、うん、当時の鍋プロだったりとかって、圧倒的な力を持っている芸能プロダクションに食い込んで、うん、その芸能プロダクションのことを書きながらも、あるいはタレントのことを書きながらも、その裏にまで突っ込んでいって、うん、その裏のことも書くっていう、うん、やっぱりそういう、なんていうの、ある種のなんかこう、まさにルポライター、うん、芸能ルポライター的な人がいてもいいと思うんだけどね、うん、俺はなんかそれがいないよね。ちょっと余談になっちゃいますけど、今回ジャニーズ事務所がこうやって、まあ、カウアンさんであるとかこうやってやり取りをしながら前に出るにあたって、彼らがいろいろ取材したと一番気にしてたのは、この彼らのバックに反社会勢力があるんじゃないか、もしかしたら。あ、そうですね、それが怖いっていうのがすごくあったみたいで、それは誰の背後に、つまり川谷さんが初めに YouTube とかに出た時に告発した背後に、うん、なんか反社会勢力があって、動いてるのかな、それによってコントロールされてるんじゃないかみたいなことを、それジャニーズ事務所側の見方ですよ。でそれで最初恐れていたようですね。そんなわけないじゃん。いやでも彼らはかなり気にはしていて、それがそうじゃなさそうだっていうふうに思って、うん、まあ、今回明らかになってますけど、社長、あの藤島ジュリー慶吾社長と会うっていうのは、そういった経緯の流れ進んでいったので、うん、そういう意味では先ほどおっしゃってたジャニーズ事務所は反社会勢力とはかなりもともとつながりが薄いっていうのは、私もその次第の中でみんなそう言うけど、実際そうなんだなっていうのは感じましたね。まあもともとあれだからね、ご存知の通り、そのね、ジャニー喜多川っていう人が、あれ確か朝鮮戦争にも通訳かなんかで従軍してるんでしょ。でだからアメリカから戻ってきて、でなんか俺ちょっと調べたことあるんだけど、和歌山かなんかにこうフィクサーみたいな人がいて、その人との飛行かなんかでちょっと和歌山にしばらくジャニー喜多川とメリー喜多川いたらしいんだけれど、でその後朝鮮戦争に行ったのか、その辺の順番は分かんないけれど、それであれでしょ、代々木にある米軍の基地かなんか の米軍のそのキャンプかなんかの近くで野球チーム作って、で子供たち集めて野球チーム作って、でそれがジャニーズって名前で、その子たちを何人かをピックアップして芸能界にデビューさせたっていうのがジャニーズの始まりだから、まあ、そもそもそういうそのいわゆるこう工業の世界でヤクザとこう表裏一体になってこう作ってきたような、まあ、戦後っていうか、まあ、この芸能界っていうもの、だって歌舞伎だってそうなわけでしょ。もともとはいわゆるこうね、差別階級みたいなものとかだったりとか ね、手元表裏一体だったりとかっていうようなところもあるし、うん、そういう世界とは発祥が違うからっていうことはあるんだと思うよ、そのジャニーズ事務所っていう芸能事務所のこう成り立ちからして。でしかもこれは僕あんまり詳しくない、芸能ジャーナリスト今度聞いてやった方がいいと思うけれど、最初フォーリーブスが出てそこそこヒットしたけど、その後だからタノキンが出てくるくらいまでの間っていうのはほぼタレントがいなくて、相当厳しい状況だったんでしょ。でタノキンが出てきてようやくこう浮上し始めて、でもその頃のテレビ局との力関係っていうのはある種こう対等っていうか、ジャニーズ事務所側の方がむしろこう下だったのが、
その後だからタヌキンが出てきて、だからなんだその後誰か。タヌキンの後って誰？少年隊？少年隊だったりとか、光源氏だったりとか、それからスマップなんか出てきて、こうわっと一気に伸びていく、嵐とか出てきて伸びていくわけでしょ。だからまあそういう、こう芸能事務所なので、もともといわゆるヤクザとかの人たちとは接点を無理に作る必要はなかったっていうところもあるんだろうけれどね。野球部とかから来て、藤木幸夫さん状態ですね。藤木幸夫さんも補助を集めて野球部を作ってみたいな。あ、そうなんだ。まあ、別にエンタメには行きませんでした、ね。まあ、あの人はだけど完全に。いや、ただね、そっちですか。そっちでどっちなんだ。そっちの人ともつながってるっていう。そうだよな。だってもともとだって、神戸のだって山口組と横浜のみたいなね、そういうところあるかも。ああ、それはそうなんだ。あれ、青木さんなんか、そういえばジャニー北川さんを書こうとした時期も。頼まれてっていうか、あのやろうっていう時期あったんだけど、うん、なんか俺が怠け者だからダメだよ。やらなかったよね。まあ、それでそういう意味では面白い。面白いよ。ね、で、だからそれで言うと、うん、ジャニー北川っていう人って、なんかある種戦後を体験してるような人で、だからアメリカと日本の関係っていうのもそうだし、うん、それから野球っていう、まあ、ある意味でこうアメリカが日本に持ち込んだ、つまりだって、ね、この間の WBC もそうだけれども、野球が盛んな場所っていうのは基本的にアメリカの植民地かアメリカの影響力が強いところ、韓国だったりとか南米だったりとかっていうようなところだし、だから野球っていうものが最初ね、こうきっかけになったっていうのもそうだし、アメリカと日本の関係もそうだし、そのこうある種ジャニーズあるいはジャニー北川っていう人自体が戦後の日本っていうもの、あるいは戦後の日本のエンターテインメント協会みたいなものの一つを体現しているような人でもあるよね。だからでもうちょっとこう皮肉を込めて、まあ皮肉込めちゃいけないか言えば、そのね、生きてる時はこれ、まあ文春は書いて問題化したけれども、亡くなった後にこういう形で問題化したと、うん、でこのムーブメントっていうのがやっぱりアメリカから起きてきたジェンダーの問題であったりとか、性的少数者の問題だったから、性被害性加害の問題だったりとかっていうものが、亡くなった後にこういう形でこう彼が築き上げた帝国みたいなものに刺さってる、でメディアも照射してるなんていう意味で言うと、まあついついこうノンフィクションライターっぽいような言い方になっちゃうんだけれども、まあある意味でこうなんていうのかな、いろんな物語っていうかね、皮肉めいた物語がジャニー北川っていう人の周りには張り付いてるなっていうような感じはしちゃうよね。でも青木さんおっしゃる蓋が開いた、瓶の蓋が開いたって部分はあるよね。ありますよね。そう、だから蓋が開いたのに、開いたのに合わせてある程度こう動けばいいのに、あの大捨てに関してとかね、だから本当ね、開いてないって言ってる。そうそう、だから逆にだからあっちの方が危ないって。っていうか、うん、一言言えばいいの、なんでこれ言わないのって、ね、逆に目立っちゃうでしょ、ね、目立ってるわけですよ、ね、逆に目立つよね、うん、なんで一言、うん、っていうかだって東京新聞のデスクでさ、うん、この問題でさ一面トップで今日やるんだって話になったらさ、はい、一面と総合面かあるいは社会面かに展開するんだったらさ、うん、メディアの責任の原稿一本サイド記事一本書けよって、うん、まともなデスクだったら言うよね、それは言うでしょ、入れないと成立しないでしょ、ファンが言ってるし彼らも言ってるわけですからね、メディアの影響があった、メディアが、ね、ただ残念ながら今日、うん、あの各紙見ましたけれども、うん、ほとんど新聞はないんですよね、いや今日だから俺見たんだけど読売は書いてなくて、うん、朝日と毎日は社説書いたけど、うん、メディアのことを自制したのはなかった、うん、ただ朝毎日はあのヨロクっていうあの一面のコラムであのメディアの問題を書いてたけどね。あ、そうですね。いろんな記者の話を。ヨロクで書いてたね。あの朝日は天星人語で扱ってたけれど、書いてなかった。メディアの問題書いてなかった。で、社説は毎日と朝日は載っけてたけれども、両方ともあのメディア自身の問題は書いてなかった。ただ、毎日はヨロクで、あのコラムで、一面のコラムで、あのその問題をそこそこ、てかそこそこっていうか、かなりちゃんと、うん、これはやっぱりメディアの問題が大きいんじゃないかっていうふうに返した、ね、朝日は少し前の社説であのメディアとしても責任があるっていう一行ちょっとは書いてはいるんですよね、うん、ただ社説ってご存知の通り編集局とは別のところで独立したって、朝日の中だと、ね、東京五輪中止すべきだって社説が書いて、ね、うん、編集局が騒然になったりするようなところなので、社説は逆に編集局が書かないであることを書こうとしたりはするんですよね、うん、だから社説で書いたことによって編集局がちゃんと反省してると私は全然思わないので、朝日のはちょっと言及してますけど、で今日の見ると
朝日は2面で、下の方で指揮者コメントでメディアに問題があるっていうのを載せてますけど、自らは向き合ってないですよただ、ね。さ、お母さんの言う通りなんだけどさ、でもさ、俺論説の会議でさ、俺だったら一言言うよね。これメディアのこともやっぱり一言触れな触いれないよとね。かっこ悪いからっていうのそうでは、すよね。で誰か言って、そしたら論説誰が、その芸能担当っていうのは多分いないと思うから、多分社会社説担当なのか誰が書くのか知らないけど、そしたらさ、当然書くじゃない、一言さ。それを言うやつが朝日の論説にも毎日の論説にもいなかったのかっていう感じがするんそれはだけちょっど。とね、今日は驚きですよね、これ。私今日でも明日か明後日論説書くって人に若干この立憲の会見行ってきたんで相談されたんで、どこの社いの、や、どこの社の人に？うちの論説委員の人に、今日は、まあ、東京新聞社今日説はな多かっ分たよ載せな。てないですよね、そうだ明な。日か明後日に。多分明日じゃないと思うんですけど、考えてるみたいで、で刑法改正とか児童虐待と結びつけて、ああ、なるほどねとか言ってるんで、でやっぱりファンも含めてね、メディアの問題っていうのをすごく言われてるから、やっぱ少しでもそこ触れてほしいんですけどって、メディアっていまいちピンときてない感じだったんで、ピンとくる人とピンとこない人がこんなにいるんだっていうのに、誰？誰？あとで言います。ちょっと今の聞いて、やっぱりもう一言 LINE ワークスかなんかで送っと こうなと。るやっほど。ぱりちょっと、毎日は確かに、すみません、私喜もんで確書認いしましてたけど、余録で、で、余力で書いて一言ですけど、る。これですよね、ここの毎日新聞の余録って、まあ、朝日の先制前後に当たるかなり返してね、ちゃんと。ところですよね、ここでちょっと読むとですね。人気タレントを抱えた芸能事務所はエンタメの世界では権威だ。少子を含め掘り下げた報道をしてこなかったメディアの責任も否定できない。っていうのも書いあ、てそますの一言。ね。まあ、普通書くわ。どうでしょてか、俺が原稿書くんだったら、俺が天星人語だろうが、余力だそうろうだが、ね。社説も書いても、やっぱり一言書くよそこに結構、ネットも含めて、今のね、市民の声が、批判が向いてるっていうことを意識できる人とできない人がいるんだなって。いや、俺、いや、誰てか、か、その、どうなんだろうどうなんですね。かただ、別に世論がそこまで思ってるのかどうか知らないけど、でもやっぱり書かないとかっこ悪いじゃない。かっこ悪いでしょ。だからこんなさ、ジャニーズけしからんみたいなことを言っててさ、お前、ダッセーお前やって、お前ら散々やんなかったのに、何言ってんの今更みたいに言われて、おしまいだと思えば、書くよね、普通はね。だから今、先ほどコメントであったんですけど、法ステでまた、どう今だった？日の、どうだった？よかった。国会の話を流少しだせけたね。と、そのサイテズレビね。だけに独占させられた動画だと思いますけれども、流してて、でも何のコメントもコなメンかっトたゼロと、なんだ。コメント書き込んでひいどていいただよいた方ね。による。コメントを入れないこと自体にもテレビ局としての姿勢が見えますよね。で、ごめんなさい。今日日本議さんのね、秋政さんって方の話もちょっと出たんで、これも紹介させていただきたいんですけど、今日出たんですか？今日日本議さんはお仕事で来れないけど、国体のその山野井さんのところに手紙が届いたんで、それを皆さんのところで読み上げさせていただきますって、まあ、彼が書いた手紙の内容なんですけど、まあ、1996年中1の時にオーディションを受け活動を始め、そしてその3ヶ月後に性被害を受けましたと。で、まあ、直後は体が膠着し、そして今このジャニーズ事務所の社長に抵抗したら自分の人生はどうなるのかとの考えがよぎり、拒絶できなかったと。で、彼はまあ回数も半年でかなり受けてて、10回以上の性加害を受けた。2年ほどで辞めた後も、行為はトラウマとして残り、人生に大きな影響が残り、自尊心が破壊されたと。あの時抵抗できなかった自分は何をやってもダメなんだという気持ちになり、人間不信になった。ジャニー氏による性加害が世の中に広く知られ、これを機に私のような被害者を生まない仕組み作りを作ってもらいたいと。彼も文春さんが本当に先行してまた実名で報じて、彼の場合はとにかくその後のトラウマがひどくて、聖書に頼ったり、まあ、自殺しようとしたりということがあって、非常にその苦しんだ時期がかさあったってことで、まあ、そういうね、かなり今でも多分いたあの苦しいところたくさんあるんじゃないかなと思う人が、こうやって顔を出してね、一部メディアですけれども、やっぱり出てきたってことも、まあ、その本当、功と財で言えば、まあ、とんでもない、その一人の人生をめちゃくちゃにしてしまうようなことを、何人のね、青少年にやってきたのかなってことを、やっぱり私たちが今ね、そしてそれをメディアが黙殺してきたんそうだっですてこね、とをまさに。知らないとね、向き合わなきゃいけないなと思いで、ます。まあ、これ TBS ですけど、もう一つですね、TBS の記事に出たところですけど、まあ、社会部長が出て、これ先ほども出たホランキャスターとのやり取りで、
やっぱり報道がね、不十分だということに、やっぱり我々として、まあ、報道機関がね、役割を十分に果たせたのかという厳しい声をいただいていると。だからそれにちゃん、やっぱりちゃんと向き合っていかなきゃいけないということは言ってるんですよね。で、まあ、TBS の場合、そうやって11日、先週の、やっぱり11日でした、木曜日に、先ほどの小川さんがああいうふうに言い、昨そう日か。も TBS はトップニュースで11分ぐらいやってたんですよね。でも彼らはもうすでに振り返って自分たちの責任も触れてるので、もうこの問題だけちゃんと報道すればいいわけですよ。で、昨日やったのそうはそう。橋田さんがこれを曖昧にしちゃいけないいと、や。曖昧にされようとしているように感じると言ってるということと、このあ、この方のみたいですか。白木さんというですね、琉球大学の先生ですけれども、やっぱり第三者委員会を設けることが重要だと。我々もね、当日ライブやりましたけど、そこはそうですね、どうね。しても必要だし、説明がね、ジュリーとメリーしか知らなかったっていうのは、やっぱり考えれば考えるほどね。だったらじゃあ誰が合宿所にね、車で少年たちを送っていったのかとか、なぜそこにね、他の大人が入らなかったのかとか。一つ重要なのは、事務所から完全に独立したこの第三者委員そ会うを設けることは極めて重要ですね。で、昨日日曜日にですね、彼らが説明していたのは、まあ、説明になってなかったですよね。例の、なぜ、専門家から指こ摘をれ受でけすたんでしたね、っけ？このなぜ設置しない設の置しないか、のか。それについても検討したと。でも、ヒアリングを望まない方々も対象となる可能性が大きいこと、ヒアリングを受ける方それぞれの状況や心理的負荷に対しては、外部の専門家からも十分注意し、慎重を期する必要があると指導を受けたこともあり、今回の問題については別の方法を選択するに至りました。つまり、第三者委員会を作らないと。でも、これ理由になってないわけですよね。別に、ヒアリングを望まない人たちにまで、第三者委員会がヒアリングすべきだとは誰も言ってないですし、それを十分踏まえた上で、でも事務所たちが独立したところがやらなければ解明できないですよね。解明できない限りは再発防止もできないじゃないですか。ここは極めて論理的に不整合でもあるし、おかしいですよね。で、だからちょっとこの、ね、今回の問題っていうところにも最後ちょっと触れておきたいんですけれども、そもそもですね、藤島ジュリー景子社長の今回の対応の問題って、まず、ジャニー喜多川氏の性加害の事実関係認めてないわけですよね。亡くなってて確認現でき状なでいは。とか、簡単には容易には分からないみたいな言い方で、何度も何度も謝ってはいて、申し訳ないって言ってるんですけど、肝心なところは認めてないわけですよ。で、第三者委員会の設置には応じずに、やっぱり事態を解明する気がないってことですよね。で、やっぱりね、知らなかったってやっぱり不自然すぎるわけですよね。だって取締役だったわけですから。で、ここにも書いた、お詫びは口にするけど企業責任を回避するため、非常に私は巧妙だとも思いますよね。これ、法律上は、その企業の取締役は全館注意義務っていうのがあって、何かそういうことがあったらきちんと調査するなりして対応しなきゃいけないというのがあると。それを回避するためには知らなかった、どんなに不自然でも知らなかったっていう、そういう意味ではきちんとかなり戦略として練られたものが出てきていて、非常に問題が残ってるわけですよね。ただね、ご本人が出てきて顔を出したのは小さな一歩で大事な一歩だと思うんですけれども、やっぱり記者会見をせずに一方的な動画と一問一答っていうのは全く説明責任を果たしてないし、問題は始まったばかりだと思ただ、うんでまあ、すよ本当、ね。今日の立憲とのやり取りもそうですし、松野さんが言ったように、こう、府省庁を挙げてそういった性暴力に向き合うんだと言っていて、明日多分、うちの特報で多分、これに関して、まあ、ようやくうちの特報も書くみたいなんで、で、これは公的な機関と、やはりね、ジャニーズさんってやっぱり国民的なタレントさんいっぱい出してるんで、実はその公的な政府の機関とのコラボレーションとか、その広報の広告塔のように使ってたというような過去もたくさんいっぱいあるので、そういうことを含めるとですね、もうこれ単純に一民間企業がやってたこととはいえ、影響があまりにもまあ大きいと。で、今そうやって声を上げた人たちを前に、多分これ野党だけじゃなくて、これ与党、政府側としてもですね、何らかの対応を、これジャニーズ事務所側にも促さなきゃいけないし、で、これを単にジャニーズ事務所だけの問題にとどめず、まあ、もっと横断的にね、こういった性加害の問題をどういうふうに
こういった声を上げらやすい体制や法制度を整えるかっていうのを、多分これ政府としても動かざるを得なくなるんで、日曜日の時点ではこういったところにとどまってるんですけれど、多分ちょっと今日の立憲の対応とか、マートンさんのああいう話とか、今日の府省庁のこう出てき、あの出張りぶりっていうか、厚労、警察とか、文科も来てたかな、ガーッと担当官僚たちもバーッと来ていたので、かなり影響がこれから、動き出動しきたがような出感る、じですか？そういう気がします。もう動かざるを得ないなと。なるほど。青木さんは、この、ジャニーズ事務所自体の今回の対応については。おっしゃる通りだと思いますよ。おっしゃる通りだと思うけど、どうなんだろうね。僕はジャニーズ事務所ってそんなに別に取材したこともないから詳しく知らないけれど、ただ、ね、さっきも言ったけれど、ジャニー喜多川っていう、その功罪、罪は重すぎるんだけれども、そのある種、希代のプロデューサーみたいな人が一方にいて、で、一方にメリー喜多川だったっけ、その要するにマネジメントをがっちりやるっていう、で、そのメディアに対するこう支配っていうものも、その人が全て仕切るみたいな人がいてっていう、この二枚看板で、両輪で動いてきた事務所だよね。でも、所詮芸能事務所だから別にそんなに巨大企業ではないわけで。で、この藤島ジュリー景子氏が知らなかったっていうのは僕は不自然だと思うけれども、でも考えてみると、この人メリーの娘でしょ？で、はっきり言えばこの問題ってあれじゃない、自分のおじさんの、そのそのプロデューサーでもあり、前社長でもあるけれども、ある意味おじさんが、そのこう、なんていうの、一番こう下半身の話で性加害みたいな話だからっていうことで、多分俺思うけど、このジュリー景子氏にこの問題をこう解決するとか、あるっていうような、こうなんていうかな、能力っていうかね、こうみたいなものが多分もうないと思うよね。で、下手すると、これ多分ジャニーズ事務所っていう存在が、多分もしかすると根幹からなくなるっていうか、こう相当形を変えるっていうくらいのことになるっていう可能性もあるわけだよね。だから、そう考えると、そのジャニーズ事務所がどうのこうのっていうよりは、きちんと、その、なんていうかな、当事者能力がもうほぼ失われる可能性もあるので、第三者委員会はもちろんだけれども、その被害者の人たちのこう救済みたいなことをどうやって進めるんだろうかっていう問題もそうだし、このね、こう、ジャニーズ事務所に限らない、あるいは芸能界に限らない、性加害、性被害みたいな問題っていうのを、どうやってこう法的に、こう進化させていくのかみたいな話、政府だったりとか国会だったりとかっていうような問題ってことになってくるんだろうなっていう気はするよね。だから、どうなのかね。だっておじさんがさ、そのね、こう自分の事務所の所属タレントにこうそういうことをしてたって、なんかで、特にジュリー景子だって女性じゃない。だから、ある意味でなんかあまり見たくないっ見ていうたとくころない、もあそうるんでだすろう。なんよか当事者能力っぽくないんじね。ゃないのかなっていう気がするよね。どうなんだろうまあ、文ね。書でもね、ほぼ2人体制で決めていて、全く直接的にはね、その経営にも関わってなかったという。もちろん今言ったのは僕は取材してるわけじゃない。推測だよ。推測だけど、どうなのかね。ただおっしゃる通りだと思いますよ。それはだから、これは何て言うのかな、このやり方じゃ多分済まないよね。どう考えてもね。ただ一方で800億円とか1000億円規模ぐらいの売り上げがあって、売上規模としては大企業いや、でそりゃすそうよですよ。ね。そりゃだそけうれだどよもオね。ーナー企業で大半の株は今でもジュリー社長が持ってるわけですよね。みんな亡くなってもいるわけだし、そうするとその企業としての企業体としてのあり方を変えるっていうのも一つ大事になってくるでしょうし、でも今の状況だとジュリー社長が前に立たない限り、誰かが立っても結局傀儡にしかならないっていういびつな構造は残っちゃうわけですそうよだね。ね。だからそこから含めてやっぱりね、対そ処うしていでかなすいと。ね。それから一言言っておきたいのが、ジャニーズファンのペンライトっていうね、団体の人たちは、今後は2019年にジャニー喜多川氏が亡くなった時は、ものすごい華々しくテレビが、その彼が昭和エンタメ化をいかに作ってきたかっていうのを華々しく持ち上げてて、その時一切2004年を含めてそういった負のマイナスの部分にも触れることはなかったということと、そういう意味では今でも、ペンライトが動き始めて、またいくつかTBS を含めてね、報道が前に進んだってことありましたけど、ペンライトの方たちはやはりメディアが
どうして報じてこの問題を、ずいぶん前から起きてた問題を報じてこなかったか、で、それをじゃあ今後メディアとしてどういう姿勢で、まあ、このことだけじゃなく向き合っていくつもりなのかということを含めて、まあ、新聞、通信、テレビ含めて、まあ、質問を出していきたいということは言っていて、まあ、いろんなお話されたんですけど、私からするとそこは一番こう重く私の、気持ちの中に来て、多分NHK の方がカウアンさんに特派員協会で会見したときに、一つ質問してたところで、前ももしかして言ったかもしれないんですけど、もしじゃあその1990年代に文春が出て、その時の裁判のことをもっと私たちテレビがですね、しっかり報じてたら、あなたはその後ね、ほぼ彼女とカウアンさんは2歳差らしいんですけど、あなたはそれでもジャニーズ事務所に入りましたかと、私たちテレビが報じてたら入りましたかって言ったら、いや、もうもしその時テレビがやってたら、社会的に大騒ぎになってたと思うから、やっぱり僕は入りませんって。そういう言葉をきっちり、その岩永さんというね、若い20代のディレクターがしっかり、まあ、言葉を引き出して、まあ、あれはね、全部中継されてたんで、ああ、NHK の記者さん、こうやって聞くんだっていうのは見られてたと思うし、まあ、ニュースにもなってたんですけど、そのこと自体が。だけど、やっぱり結局、この問題は私は、ジャニーズ事務所だけじゃなくて、一緒に黙殺して、その負の部分をずっと見て見ぬふりをしてきた私たちの、まあ、問題だなと思いだって、ますね。結そ局。もそもだって、あれでしょ、カウアンさんのケースで言ったら、被害はだってこの報道の後なわけじゃない。だから報道してれば、ジャニー喜多川だって辞めたよやめな。てたし。辞 めさせてれば、もちろんその後は、ジャニーズがどうなったかわかんないけれども、でも、彼自体が行為を辞めれば、それは被害は出ないよね、だから本当にメディアの責任は重いでな。いや、すそよれは重いですね。よ。これはだから、本当にメディアのメ問ディ題アでのすよ。問題ですよね。で、我々メンバーシップ制っていうのを始めていて、ゴールド会員の方から質問をお受けしてるんですけれども、一つはペスカ53さんからで、要するに特に NHK ですよね、公共メディアとして事実のねじ曲げが許されるのでしょうかと、まあ、これは今回のジャニーズ問題をきちんと報じてこなかったっていうところにもつながると思うんですけれども、それって、まあ、ある意味では共通してる、不都合なことは隠すっていうのは共通してるんじゃないかと。それは言ってみれば、まあ、タモリさんが言った新しい戦前っていうものを、メディアそのものもそれを形作ってるんじゃないかといこれう。今日のニュースかなんかで出てた。で、これ NHK が認めて謝罪したっていう話かなんかでしょうね。だから正式に多分、これはどういう手違いで起きたか。コロナワクチンで亡くなったのに、コロナで亡くなったかのように編集放送されたってことで、それ認確かめにたんですよ NHK ね、がね、認 NHK が。めてそれニュースに今日なってた話だなと思うんです。あ、昨日か。昨日は唖然としたっていうのは多分、昨日ニュースになってる。これが新しい全然。ちょっと、まあ、リンクするかどうかちょっとわからないですよね。これ、でも、まあ、何があっねじた曲げっか。ていうのが、まあ、いそろっんなか。形で見えるっていうことが怖いっていうことですよね。五輪のオリンピック村かなんかで、なんだっけ、ありましたよね。映画監督の、あれは、まあ、NHK の BS かなんかで報道して、きっちり思い出せない。オリンピック担当映画監督になった女性で、いろいろ活躍立てられた。あれも編集によって、その意図い的や、に要するになんか、反反対し対してているの人を、がいるように、日当もらってみたいなテなんロップ入か、れてしまったってことですよね。そうです事よ実ね。が違うのに。あれは隠しなんだもんな。あれはね、そうそう、確信。しかも、チェックがね、一応何段階かチェック期間があったけど、スルーしたと。俺、これはごめん、知らない。わかんないです知らね。ない。この事実と僕、初めて今聞いたから。どうだろうね。これはでもね、まあ、どうしてそうなったのかってあたりを、ちょっと私たちはしっかりニュースを掘り解けてないで、ちょっと今度ね、調べてきちんと。でもメディア自体に対して情報が操作されそうてるんか、じゃそなれいかっなていいうとの思いは、ます今回ね。のジャニーズ事務所の問題についてはみんな共通するわけですよね。だからそれがメディア全体に対するこう不信感につながり、それは国として変な方向に行ってるんじゃないかっていうのがそうですね。質問の中核だと思うんですよね。いやだからさっきね、政権を批判するのはいいけど、ジャニーズだけは批判してほしくないんですって、そのテレビ局のプロデューサーとね、こんなところで戦いたくなかったですけどって話あったけど、やっぱりこの問題をしっかり批判的に自らのダメな部分も含めてメディアが検証批判できないと、戦争なんてあっという間に私たち引っ張られるなっていうのは思いますよね。で、この
手塚さんが感じているようにね、もうやっぱりメディアって報じないんだな、メディアって黙ってるんだな、黙殺するんだなと。でその結果としてこのコロナワクチンで亡くなったかのように、実はコロナワクチン亡くなったのにコロナで亡くなったかのように見せてるって、やはりどん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 信頼関係が取れなくなりますよね、うん、でやっぱり逆にその先には私たちは新しい戦争に巻き込まれるんじゃないかって、もう私自身でもはっきり言ってアークで何度もやらせていただきますけど、去年の岸田政権のね、うん、防衛力増強話し合う有識者会議に日経の顧問と、読売の山口社長と船橋陽一朝日元論説主幹が入っているというだけで、元主筆が入っているというだけで、うん、あこの人たち使ってまさに新しい戦前の空気をね、彼らを中心としてメディアもみんなそこに総動員してね、作ろうとしてんじゃないかなというふうに私も感じているので、まあ、今回どういうことがあってこのコロナワクチンで亡くなったのにコロナで亡くなったかのように、ね、出したかっていうのをちょっともうちょっと私が取材して聞かないとわからないですけど、うん、ただすごく怖いとは思ってます。だからやっぱり そこにメスを入れられるような、まあ、小さいですけど、こういうアークタイムズ含めてね、皆さんの意見聞いて新しい戦前に向かわせたくないなと思いますよね。青木様の新しい戦前というのはタモリさんの言葉ですけども、新しい戦前というふうに言われた今の世の中の空気っていうのはどう、まあ、僕タモリさんがどういう気持ちを込めたのかなんとなくよくわからない、もちろんタモリさん直接してるわけじゃないので聞いたわけでもないからわかんないけれど、ただね、これまでのタモリさんだったりとかタモリさんの周辺の人たちみたいな人たちの言説だったりとか、おそらく考えてるんだろうなというようなことをすらと想像すれば、まあタモリさんらしいというか、ある意味でこの言葉にいろんな意味を込めて言ったんだろうなっていうのは想像はするよね。でそれいう推測のもとに言うんだったら、ある意味でその危機意識みたいなものは同感だなと思うし、ね、もっと言ってくれよっていう気もするけれども、どうなんだろうね。例えば、ね、坂本龍一さん亡くなったけれども、やっぱりこうタモリさんがこういう形でメッセージ発して、これが一つの流行語みたいな形で人口に解釈していくっていうのはどうなんだろうね。この警告っていうのは、まあ今更そんなこと言ったってもう所詮のことじゃんってもう言えないこともないけれども、うん、まあ一つの今の時代を表している言葉なんじゃないの。まあ俺が何だっけ、現代用語の基礎知識だったらこの人この言葉を年間大賞にするよな、ね、流行語大賞でもね、うん、これなすりこれ、うんうんうん、このやつ見たら、今 NHK 見たら、ニュースウォッチ9でやったんだね。ニュースウォッチ9で取材をして、昨日放映して、今日の放送で謝罪したと。そう、じゃあ昨日やってしまったんだ。コロナワクチンで、うん、でその原因でそのワクチン反対っていうことを訴えてらっしゃると思うんだけど、そういう遺族の人に取材しながらそれをきちんと伝えなかったということで、どうなんだろう。だからそのケアレスミスなのか、あるいは何か力学が働いたのか、うん、まあ特に今このね、ワクチンの問題って、その反ワクとかみたいなのがある種なんかこう悪く言えばタブーになってるし、よく言えばその反ワクのこう言説の中にかなりこうなんていうのかな、非科学的な言説もなんかたくさん飛び交ってるみたいなことがあるから、なんかそういう力学の中で NHK がなんかこう放送のところでねじ曲げてしまったのかわかんない、これ全く推測だからわかんないけど、まあこのペスカさんが、ペスカ53さんがおっしゃってるみたいに、まあ結果的にこういうようなねじ曲げなのか、あるいは誤報なのかわからないけれどもね、これはまあさっき望月さんおっしゃったみたいに、これが新しい戦前の兆しっていうふうにこれが結びつけられるかどうかはわからないけれども、ただまあ今日論じてきたそのジャニーズの話なんかを含めたこのメディアの状況っていうのは、こう、まあ新しい戦前だよね。なんだっけ、今売っているサンデー毎日で俺書いたんだけどね、今週 G7 サミットがあって、まあこれ僕が今更言うまでもなくさ、その G7、 まあこれまさに尾形さんの方が専門だけれども、80年代、まあ、75年にディスカルデスさんの
提唱で、フランスの大統領の提唱で始まった、その G7、G6 で始まったけれどサミットっていうのが、うん、まあこう始まった当初っていうのはね、こうオイルショックに対する世界のこう経済不況、世界的な不況に対する対応ってものを先進国でやろうっていう話になって始まって、70年代80年代っていうのは G6、G7 で世界の GDP のおそらく6割から7割占めてたわけだよね。で当時しかも冷戦体制だったから、まあ、資本主義自由主義経済圏でその何とかしなくちゃいかんっていうのは相当な意味があったんだけれど、まあ今多分 G7 で 40% くらいになっちゃってるわけで、 G7 だけでやることの意味、あるいは G7 サミットの意義っていうのは相当低下してるんだけど、ただまあこれを機会に G7 の中での日本っていう国の、だからかつてで言えば先進国だよね、今で言うと主要国だけど、まあでも事実上先進民主主義国の中での日本の位置っていうのを見直す必要はあるなと思うんだけど、まあご存知の通りね、その人権にしたってさ、あるいは経済成長率にしたってさ、GDP にしたってさ、一人当たり GDP にしたってさ、もう先進国で全部最低レベル最低レベル最低レベルになっちゃって、まあ、ビリビリビリっていう状況の中で、唯一増やして今度世界でもしかしたら3位、 G7 で2位になるかもしれないのが軍事費まさにテーマが書いたみたいに、まあ、軍事大国家への道っていう問題もあるんだけど、だからまさに新しい戦前ってことになるんだけれど、本当に今日のテーマで言えばね、その皆さんご存知の通り、そのね、こう公共の記者団が発表する、ね、報道の自由度が去年71で今年68、あ、ちょっと上がったねって言うんだけど、でもこれ G7 の中では圧倒的なビリだからね。だからそういう意味で言えば、もちろんアメリカだってヨーロッパだってメディアにはいろんな問題はあるんだけど、この国のメディア一体どうなってんのと、じゃあジャニーズごときで、ね、これですかっていうね、まあジャニーズごと、まあ、さっきの話で僕の思い出話で振り返ればさ、ジャニーズごときと戦えなくて政権と戦えるわけがないよねっていうことに尽きるっていう意味で言えば、このペスカさんのご危機意識ってものはおっしゃる通りだし、うん、まあおっしゃる通りですよって言ってる場合じゃないよねっていう感じはする。あの金平さんがちょっとあの懸念してたんですけど、まあ、NATO の連絡事務所、確かに金平さんがね G7 を NATO のこう東方拡大みたいにこう逆にアピールされるんじゃないかって心配がすごく広島の反核運動の方たち中心にあって、でその話をあのこのアークで聞いた後に、つい最近ほら NATO の連絡事務所設置で、これは林外務省が実は協議してるって、双方がね、なんかアメリカと日本の林さんが双方が、まあ、カウンターパートを認めたみたいなので、だからそういうね反核の拠点である広島を拠点として開くそのサミットで、まさかその NATO 日本のね、まあ、NATO 入り とかまでは踏み込まないにしても、非常に NATO に近い体制の中に日本が入っていくみたいなことを、そこはサミット広島でその発信するっていう、まあことになるのかなと私は思ってて、すごく危ないし怖いし、まさにその先ほどの彼のペスカさんが言ってる新しい点でのこう、ま、幕開けみたいな形に なりはしないかな。いや、それはそれで言えば、僕がかつて専門的に取材してた、例えばこの韓国だよね、うん、韓国で、まあ、北朝鮮が核とミサイル開発にバンバン突き進んでミサイルもすげえ撃ってるっていう状況があるんだけど、うん、韓国でご存知の通り世論の半分以上が核武装すべきだみたいな風になったっていうこともあって、うん、今回ユン・ソンニョル氏は日本、まあこれ日韓関係改善してるのもアメリカの、まあ、ある種リクエストなんだけど、ユン・ソンニョルが国賓でアメリカ行った時に、その核使用にあたってのこう協議体っていうのを今度創設しようっていうワシントン宣言っていうのを出したんだよね。つまり、うん、その一応建前でもアメリカはこう日米韓連携で6カ国協議なんかやってた頃は朝鮮半島の非核化ってことを言ってたわけだよ。要するに北朝鮮を協議の場に引っ張り出してきて北朝鮮を非核化させるんだっていうことを一応言ってたのに、完全に舵を切って北の核ってものの存在をもう前提とした上で、要するにそのアメリカの核拡大、その核の拡大抑止の力を強めるんだって方向に行っていくわけだよ。でその核協議ってあの核に関する協議体を日韓米韓で作る、でこれはアメリカにしてみれば韓国が核武装なんかしたらたまったもんじゃない、そんなの事実上できないんだけど、それをなだめるためにそういうふうにやったんだけれど、でも事実上その核共有まではいかなかったけれども、それに準じる扱いっていうのはこれアメリカ、あのヨーロッパの NATO とほぼ NATO 以外そんなことやったことはないわけだよね。つまり朝鮮半島に対しても中国に対しても完全にその米韓はこれは核には核で対応するよっていうことをこうあからさまにしたっていう、ある種歴史的なこう米韓首脳会談で、
それで、まあ、ロシアのウクライナ侵攻もそうだけれども、それで今回広島にユン・ソンニョルも来て、で18日に日米がその 前さばきで会談やって、日米韓でその首脳会談やって、北朝鮮の核に対しては我々は断固として対応を取るのであるっていうことを言うっていうことを広島でやるっていうのは、まあある意味でエポックっていうか、ちょっと考えられない事態ですね。ちょっとだから非常にその核に関して言うと、そのね、軍事力倍増、軍事大国家も、日本の軍事大国家もそうだけど、アメリカ主導でその完全に米軍の二軍になっていく、米韓、あ、日韓がね。でと同時にもう一言だけ言えば、そのまあそれで日韓が関係が良くなるのはそれは悪いことじゃないんだけれども、ただ北もそうだけど、特に北だけれど、こう対話のこうモメンタムすら一切ないっていうこの状況ってある意味すごい危険だよね。その北はとにかくミサイルは撃つわ、核開発はするわ、でアメリカと韓国はその、ね、核協議台作って、こう核には核でやるんだっていう、力には力だっていうふうになって、日本もそれにくっついていって、と同時に一方でなんか北と協議しようとか、なんか対話の枠組み作ろうっていうのがあるんだったらいいけど、それが一切ないっていうのは、今度の G7 の広島の、ね、サミットって、なんかある意味で非常に嫌な匂いのするサミットになってきてる。あ、しかもそれがね、被爆地か広島だっていうのは嫌な、嫌な、嫌な、被爆地広島で核の重要性なり日本の中の位置づけなりを宣言するってことになるんじゃないかっていうのは本当に現実味を帯びてきてますよね。もう一つですね、ニモネさんからの質問で、一つは、まあ、今回のジャニー喜多川氏の問題もありますけれども、LGBT の理解増進法案の話とかですね、まあ、この前の維新のですね、梅村議員の国会での発言、これやっぱり、ね、いろんな形で我々のところにもあまりにもひどいというのを番組でも取り上げてほしいっていう話も来てましたし、明日記者会見をね、あの支援者とか弁護団が抗議の記者会見を開くらしいですね、うん、なんか今日であれでしょ、国会で梅村氏がまたなんか言ってたんじゃなくて、なんかあれなんでしょう、その指宿さんからたちからこう突きつけられた質問状かなんかに、国会であの質問の体を取りながらこれに回答しますって言って、うん、その回答したんでしょ。いや、なんかひどいな、ひどいなっていう感じでしたけど、こんなもんさ、しかしツイッターでもいろんな人書いてるけどさ、多病で死なないっていうの本当にバカじゃないのと思うよな本当。これ一部ちょっと聞いてると、まあ私、梅村さんは本当にちょっと杉田水脈と同じ香りがするので、あえて炎上処方で有名になるためにやってんじゃないかって気もするんですね。それすごく汚いやり方なんだけど、そういうことをこの方もやり始めたのかなと思ってんです。だってものすごくこれで知れ渡りましたよね、梅村さんって、うん、だからそこがまさに短期的な思惑ってことだと思うんですよね。そうですよね。あ、そうです、そうだ、言おうとしたの、うん、それでどうも梅村さんにもそうなんだけど、あの与党の、うん、いわゆる入管庁の官僚とか、まあ、検事たちがあのこの改正のレクをする、その場でこの梅村さんのこういった話の土台になるようなことをやっぱり言ってるらしいんですよ。つまりその 面会室で、うん、あの病気になった人が出れてる人がいるみたいな話をね、だから、体調不良になってるんじゃないかみたいな話、だからその後彼女がね、体調不良、本当に体調不良だったけど作業じゃないかと思ったみたいな、うん、そういうのを、まあ、法務官僚側がそのレクするじゃないですか、あの関連議員たちには。で今回維新はあの完全に賛成に回ってるんで、でもそれでもレクをしてるんで、そのことをベースにあの発言を出したんじゃないかってことも言ってましたね。これもさ、うん、あれだよね、その、まあ、今回の、ね、与党が出してきたとか政府が出してきた入管法の改定なんてのはもちろん論外だし、まあ、立憲が対抗して出したあの野党案でね、その難民認定をこう入管から離した、独立させたっていうのももちろんだけど、これは僕はまあもちろんその全くその通りだと思うし、もっと言うんだったら、やっぱり入国管理行政を完全に法務検察から引っぺくすべきだよ。じゃないとダメだ。だからこれは江口さんなんかも言ってるけど、俺別のことも言ったけど、やっぱり法務検察がやるから治安と監視の、まあ、それは戦前からそうなんだけど、もう対象になっちゃうわけで、だから俺は思うんだけど、結構喫緊の課題だなと思うのは、それは冤罪もそうだし死刑制度もそうなんだけど、法務検察から2つひっぺかすんだ。1つは
その入国管理行政をまず引っぺがす、はい、それから人権擁護局を引っぺがして、うん、やっぱり国家人権機関というか国内人権機関を作るべきなんだよね。うん、あの人権擁護局をベースに独立させればいいの。ていうかまあそこにもっと、ね、法務省の法務省に人権擁護なんかできる人いないので、そのまま多分潰せばいいんで別にさ、法務省法務検察ってだって別にさそんなことなくたってさもうポストいっぱいあるんだからさ、だから入管をまず潰してで人権擁護局潰してで全く別の入国管理行政をやる。だからもちろんねその不法滞在であったりとかっていうのがあるんだってあればもちろん監視とか治安の視点もあってもおかしくないんだけれども、でもそうじゃない人権とかそのなんていうかなこう外国人その難民擁護だったり、あの庇護だったりとかっていう、その持つバランスのある独立した入管みたいなものを作るのと、やっぱり国内人権機関を作るべきだよね。でそれこそだって韓国にあるんだからさ。そうなんですよね。うん、人権を守る法律がそもそもないという。ないよね。そうだよね。だから大体だってな、さ、法務検察にさ、な入管やらせるっていうのもそうだけどさ、法務検察にさ、人権擁護をやらせるなんて辛くない？やっぱそこも違いますね。本当だよ、殺人からして殺人犯になんかこうはさ、なんかあれだよね、ナイフ渡すようなもんだよね。でさ、これはどうですか、軍拡少子化産業や国の財政の衰退、教育や社会保障が襲って逼迫している、こうした日本社会の重大で根幹の問題、長期的な展望を描く必要があるものがのざりや後回しにされ、むしろ悪い方向に突き進んでいるように見えて仕方がない、憂鬱になる、うん、ありますよね、うん、ニュースのトピックが次々他のものに移り変わり消費されていく傾向や空気の前にどういう感触を持たれてますか。本質的なことがね全然議論されないまま表面的なことばかりが流れついていくっていうところですよね。まあそうですよね、うん、まあ、一つの希望はあの2年前の入管法廃案になった動きと今を見ると本当にあの世代を超えてですね、若い方から本当にお年寄りの方までが正門前に集まったりいろんなアクションを起こしてくれてるので、やっぱり人権ってやっぱ何者にも代えがたいものだと思うんですけど、そういう本当にその大切なものに気づいてきてる方もたくさんいるし、そこで声を上げてきちんとアクションを取ろうってことをやってる方たちもすごく、私はやっぱり2年前と今の空気はそこは圧倒的に変わったと思います。で今日も私全然ジャニーズ問題でチェックできなかったんですけど、入管法改正でまあ、3回目以降の難民申請を認めないというこの発言の土台として一つの国会発言で非常に重要視された柳瀬房子さんという、2004年に政府の諮問あの有識者会議に入って2005年以降その難民認定に関わる参与員というのをやってらっしゃった方なんですけど、この彼女の発言が虚偽ではないかという指摘があって、これものすごく今、まあ、あのネットとかツイッターで見てると分かるんですけど、いくつもの彼女 の、 朝日新聞とか日経新聞とかそれから入管庁の資料とかにいろんな彼女の発言が出てるんですけど、それぞれを統合すると彼女が言ってる、対面してこれだけの方を、まあ、下手すると年間1000件彼女の言ってる数値から見ると年間1000件対面をしている可能性が指摘されてるんですけど、厳密にその参与員が年間やれる件数って日弁連出身の参与員で平均値が36件で、政府側の参考人で出た安富さんとかそういった方たちの数値でも、まあ、年間大体マックス50件と、だから年間1000件って発言はそもそも違うんじゃないかということが出てて、でその方を今日はどう、午前中の、安田夏樹さんの安田、パートナーの方が会見場で聞いた質問に対しては、いや、彼女はその信頼に足る人なんで、その嘘をつくわけがないみたいなかばい方してるんですけど、じゃあ、その参与員が年間何件を処理したかって数値出してくださいと言ったら、参与員の、参与員の個人個人の推計値、統計値は取ってませんっていう。つまり彼女が言ってるから我々は信じてるんだという。そうするとですね、まさにその虚偽答弁をベースに入管庁の資料にも何回も出てくるんですね。で、それをベースに説明もしてるし、それをベースに3回目以降はね、つまり私は何としても難民を探したいんですっていう彼女の言葉が何回もそこに出てくる。つまり難民がいないんだって言いたいんですね。でもその重要な発言を繰り返された彼女が、まあメディアも含めて国会での委員質問に、国会の委員会での質問への答えも含めて嘘を言ってたんじゃないかと、うん、これはもうはっきり言ってですね、もうこの、まあ、彼女がまだ参与員をやっていること自体もおかしいと思ってますし、彼女が出身母体だった難民を助ける会という会の、まあ、今名誉会長かな、昔はその
代表かなんかをやってたんですけど、その会でさえも、あの我が組織と彼女の柳瀬房子さんの発言は我が組織とは関係ありませんっていう、そういうような発表を出してたりして、実は結構追い込まれてるんですね。だから そういったものをベースに今回の法案ができてるってことを考えると、やっぱりもう、ま、今回は、まあ、廃案にすべきじゃないかと本当に強く思います。衆院は通過してしまいました。まあだからそういったところの一つの希望もねあるかなって、これだとね話してるとどんどん暗い方に時代が向かっていっちゃいそうで、実際はそうなんですよ。ああ、希望っていうか、まあだからちょっと皮肉っぽく言えばね、さっき、うん、このまあ今日ジャニーズのテーマだったけれど、その、まあ、ジェンダーの問題もそうだし、さっき見た LGBTQ の問題もそうだし、こうすごい価値観がアップデートしていて、それは僕自身も偉そうなこと言えなくて、わずか10年か20年ぐらい前には僕だってね、オカマとかホモとかなんとか言ったりとか、うんうん、あいつなんかこれらしいぜみたいなことを言ってたっていうのが、うんうん、こう僕自身もアップデートしなくちゃいけないわけなんだけれども、うん、まあでもそういうふうにこうね世界的に、まあそれは MeToo 運動だったりとか、うん、そのこうねワインスタインの問題なんかとか、うん、メディアの動きだったりとかっていうことで、そのものすごく、あるいは心ある当事者たちの本当にこの勇気ある告発なんかによって世の中が随分変わってきたって、うん、皮肉を込めて言えばって言ったのは、今回ね与党が LGBT 理解増進法っていうのを、まあ相当骨抜きにしてこう提出をするっていうのは、まあ当事者の人たちにとってみればたまったもんじゃないだろうなとは思うけれども、あれも皮肉を込めて言えばなんか断末魔のあがきっていうかね、要するに出さざるを得ないところにまでは追い込まれてきている。まあだからそれこそね、こうカビの生えたような家父長制だったりとか、あるいはその天皇国体主義みたいなものっていうのに対して、あるいは誰かが言ってたけど、なんか共産主義の陰謀なんだみたいなことを言ってるようなアホな人たちの妄想っていうものが、まあやっぱり世界の潮流っていうのはそれを塗り替えていこうとしている中で、まあ最後の断末魔の抵抗してるんですね、ははって笑うこともできるんだけれども、ただどうなんだろうね、このニモネさんがおっしゃるように、まあ例えばまあその望月さんは入管法は廃案しかないって言うんだけど、でもこれ通るじゃん、数ね通るでしょ。いやだからもう入管もそうだし、それからね、これはまあまさにニモネさんが書いてる通り、これだけ少子高齢化進んできている中でどこに金使うべきなのか。だってしかもこれは小川さんの専門かもしれないけどね、1000兆円超える財政の赤字が借金があって、どう考えたってこの国のSDGs っていうか持続可能性みたいなことが根本的に問われていて、どこに金使うんだって言った時に、その軍事なのっていうか少子化対策なのって考えたら答えなんておのずから明らかだし、むしろ逆に言えばこのね財政がこんな状況で少子化が進んで、そのこの国の持続可能性ってものに疑問符がついてるから、みんなビクビクしてお金も使わなくて経済も良くならないし、まあ、ある意味でこう企業も投資しなくてイノベーションも起きないしっていう、もう完全にシュリンク局面に入っている中で、軍事だけに金を注ぎ込むんだですよ。そのしかもその軍事にしたってさ、アメリカの武器買うだけなんだよ、バカじゃないの。トマホーク2000億買って、うん、でアメリカを配備しないことにしましたっていうね状況だったりとかっていうことも考えれば、まあいずれこの国がこう相当からず場合によってはクラッシュするんじゃないの、うん、っていうようなことを考えれば、まあ確かにね、こう世界的にいろんなものがアップデートされていって、こう望月さん言うようにね、暗いことばっかり言ったとしょうがないっていう気もしないこともないけれども、どうなんだろうね。僕はあれだよ、だから、うん、あの田舎に帰って畑を耕す日がいつ来るんだろうかな、そろそろ来るんじゃないのかなっていう気が、キリュウみたいに畑で耕して鶏飼いながら大きい雑誌みたいな、雑誌みたいなねっていうような感じがするんだけど、どうなんだろうね。ただその、まあ、やっぱカーワンさんや橋田さん含めて若い子がね、こうやって勇気を持って、まあ、しおりさんもそうでしたけど声を上げてやっぱり、うん、やっぱり何かを変えようとしてる農場さんたちも、ああ そこはね、あのやはりもっともっと私たちがもう最後できる悪あきになるかもしれないけど、なんとかその彼女たちに彼らのね勇気をもっともっとサポートしてあげなきゃいけないな、うん、なんか そこにしか希望がないような気もするし、うん、若い子たちがやっぱりこうやって声を上げるっていうね、うん、そのそうですね、うん、勇気をなんとか、ね、うん、それは全く意味なし、はい、うん、青木さん最後に、まあ、今日メディアの責任という部分に特に焦点を当ててジャニーズ問題を話してきたんですけれども、今この状況で、まあ、今日も先ほどコメントにもありましたけど、テレ朝の
大越さんもコメントしなかったみたいな状況で、ここからメディアとして、まあ、日曜日にジュリー社長がああいうふうに出てきたと、で月曜日火曜日って経って今我々はこういう状況にいると、まあ明日 NHK のクローズアップ現代どういうふうに逃げずに報じるのかっていうのを私は見たいと思ってますけれども、我々メディア全体として、あと個人の記者としてどういうことをこれからというか、どうなんだろうね。やっぱりでもそれはその時勢も含めてきちんとこうこの問題に取り組むっていうことに尽きるんだろうね、うんうん、つまりそのね、今回の BBC の報道ドキュメンタリーに始まる一連の経過っていうものも含めてね、あるいはそのこう芸能事務所っていうものとメディアのありようっていうことに関するこう真摯な姿勢っていうのがないと、多分読者だったり視聴者のところには届かないと思うんで、それをするっていうことだし、ただこうそういうふうに言うのは簡単だよね。例えばさっきも言ったけどね、そのジャニーズ事務所が第三者委員会的なもの、うん、第三者機関を作ってやるべきだっていうのはもちろんその通りだよね。それはまだ声も上げられていない被害者の人たちがいるかもしれない、まあいるだろうからね、そういうことに対する対応っていう意味で言えばそういう丁寧な取り組みっていうのは必要だし、それにこう資するような、あるいはそういう流れをこう背後から押すようなメディアの報道っていうのはもちろん絶対にやるべきだと思うけれども、ただこれももう少しこう全体を見て言えばね、今日話してきた通り、これってジャニーズの問題だけなんですかっていう、うん、そのつまりこの国のメディアっていうもののありよう、あるいはこう権力とか権威とか国境者っていうものとこう社会とかメディア、まあメディアが一番そうなんだけど、メディアもそうだし社会がどう向き合うのか、それはおかしいものはおかしいんだしっていうことをこうある種こう空気だったりとか流れだったりとか権威だったりとか権力にある程度逆らってものが言えるのか言えないのかっていう、こう政治とか社会のありようみたいなものっていうのが非常にこう弱っている中で、しかも弱ってるだけじゃなくて、さっきね望月さん言ってこう勇気出してこう告発する人、あるいはそのねその本当のことを喋る人っていうのがいて、そういう人たちの背を押すのは私たち仕事だって言って全く同意だけれども、一方でそういう人たちを冷笑したりバカにしたり茶化したりするだけじゃなくて攻撃したりするみたいなムーブメントっていうのがこう異様に強まってるっていうことも考えたりとかするとどうなんだろうね。これもだから一朝一夕にこうメディアが頑張んなくちゃっていうだけでは済まないところはあるけれどもね。ただまあとはいえ話をぐるっと戻せば、でもこんな社会でもね、個々人がどうやってそれと向き合っていくのかっていうことに尽きるわけで、今日たまたま朝日から書評を頼まれて、朝日で書評じゃなくてあのあれだよ、毎週土曜日 の、 あの書評欄の一番トップで紐解くって言って、なんかあのノンフィクションを何冊か紹介してくれって言われて、まあ僕が影響を受けたノンフィクションっていうので何冊か紹介 し、 あのして原稿を今日あの昨日から送ったんだけど、その中の一冊がまあベタだけども、あの抵抗の新聞人桐生悠々っていう本でね、だからまあそれは東京新聞なんかよく書いてるけども、うん、まあ、あれ品の毎日新聞の出資だったけどね、うん、だけど僕はあれを高校くらいの時に読んで新聞記者になろうかなって実は思ったっていう原点があったりとかするもんだから、うんうん、まああれだってそもそも僕長野出身で、桐生悠々っていうのはもちろんもともとはね、あの人は別に長野の人じゃなくて朝日とか毎日の記者やってから新米の出資で招かれていくわけだけれども、でだけど新米の、ね、地元紙の主筆だし、うん、それからあの井出孫六さんって実は僕の高校の先輩なんだよ。あ、そうなんですか。あの著者の井出孫六さんって直木賞作家のね、アトラス伝説で直木賞取った井出孫六さんって僕の高校の先輩で、うん、だったりとかすることもあったりとかして、だから高校の頃に読んだんだけど、であれ見て新聞記者になりたいなと思って、うん、まあこれは僕が今更言うまでもない桐生悠々ってね、こうさっきの大戦中そのメディアが、まあ、メディアってあの当時はテレビはなかったけど、新聞にしても何にしてもメディアが全てこう軍部ファッションの先導者になったっていう、まあ、痛切な、ね、失敗を犯す中で、まあ、キリュウはかろうじて抵抗の爪痕を残したっていうのに憧れて、僕みたいな人は新聞記者になってるところもあるから、
まあ、気流悠々とはもちろん言わないけどね、そういう先達がやっぱりこういろんな人たちを育てていくんだろうなっていう気はするよね。気流悠々の有名な句あるじゃない、なんだっけ、言わねばならぬはじゃなくて、コオロギ OK。は鳴き続けたり嵐の夜っていうんだよね。コオロギは鳴き続けたり嵐の夜。これ言わんとするところはもう明確だよね。なるほど、そうですね。多摩の都立多摩霊園に気流家の墓っていうのがあってさ、そこにその墓碑が立ってんだよ。そこに書いコオてあロるギんはで鳴すきね。続けたり嵐の夜って書いてある、嵐の夜って書いてあるんだけど、まあ、あの時代に鳴き続けたね、彼に比べて、今泣くのって別に、てか泣いてる今泣い人ていも別に命取られるわけじゃないしる。確かに。さ ね、まあせいぜいね、そのちょっとこうテレビ干されるくらいでさ、別に死ぬわけでもないし、最後ね、それこそ田舎で野菜育てりゃいいんだからさ、まあ頑張りましょうっていうことなんじゃないの。本当そうですね。コールズのね、話は。いいですね。そうなんですね。そうそう。だから今週のあれ土曜日だから、多分今週の土曜日、多分朝日の出る小の説がね。出ると思うので、ぜひよければ読んでみてください。はい。ありがとうございました。今週、我々先ほどから少し話に出てた G7 に、取材にアウトタイム全体で行こうと思ってまして、来週は、おそらく土曜日と、まあ、今週ですね、土曜日と日曜日に G7 関連のライブを広島からやってですね、来週の火曜日はお休みにする予定です。まさにその広島からどういうメッセージが発されるのか、むしろ本来の広島のですね、その核廃絶っていうメッセージとは真逆のメッセージが出そうな形になってきてるので、そこは日本の歴史の中でも非常に大きいポイントでもあると思うし、きちんと声を上げなきゃいけない。たとえコオロギであろうとも声を上げなきゃいけないと思うので、しっかりやりたいと思ってます。今日は青木さんの、出版社も、ね、いっぱいいただいて、私もこれ見てました。ありがとうございました。青木さんが野菜作ったらめちゃくちゃ売れそうだねって書いて売れるわけないじゃん。売れるわけない。自分で食うあ、分食べで、に行自く。分で食う分で。そのうちだって食い料や、自大給。木さんが作ったって言ったらやっぱ買うでしょ、買わないファンよ。がみんなね、全国。本だって売れないのに、なんでそんなのね。まあ、あれじゃない、そんなことないですよ。自分のことは食料自給率38%そうだっだけ？ね。でもそうだ大よ。切なことですよね。そう自分だで作る、自分で食べるもん、自分で作る。それそうは、だよ。いや、最大の安全保障は食料自給とエネルギー自給なんですいよや、そうね。だよ。がでもね、だけそれど、が、それがないからできなかったから太平洋戦争に戦なっ争にたわなっけたでかすかららね。ね、特にエ特にネね、ルギー自給のところただで。食料自給率はね、いくら上げて、スローだってさ、種と肥料が全部外国から来てるっていうさ、そうですよ どね。うすんだって思うよね。いや、もう3時間を超えちゃい時まし間たあけるど、やっぱね。り非常にメジャーな話でもあり、深い話いただいて、私たちもまた刺激をいただきました。ありがとうごありざがいとうまございしました。た。我々こうやってですね、先ほどコメントでも YouTube でジャニーズやっても広告つかないだろうって言われて、その通りではあるんですけども、やっぱりこれ報じなきゃいけない問題だと思ってますし、それで私たち真剣に取り組んでもいるので、そういった取り組みを後押ししていただくのは、やはりこうやって見ていただくことと、できる方は有料でですね、支援していただけると、やはり私たちこういう忖度もないですね、一番のタブーのところに常に切り込んでいってるので、そういった意味で後押しをしていただけるとありがたいです。有料会員3種類ありますので、ぜひそういったところもご覧になっていただいて、説明欄にも書いてますので、ぜひ今後ともですね、また寄付やカンパっていうのも非常に助かってまして、最近もですね、この問題やってて、広告収入は相当落ちるっていうところに、直面はしてますけれども、でもそれでもこれは必要なので我々やってますし、ぜひ寄付やカンパも今もそれに逆に反比例するようにそういった支援も増えてますので、ぜひどういった形でも支援もいただけるとありがたいです。でもう一つ、7月10日にですね、そうですね。アークタイム7月12日に去年始まって、で4月10日、第1回のゲストは青木さんに来ていそうたでだいしたていね。て、第1回でしたっけ？そうですよ。第1回でした取っっけ？たまたしててそう、ね、も安倍氏の事件の本当に直う。後青木で。さんで持った回でしたね、そうですね。本当に。本当に。4月10日に、ライブでですね、渋谷で、ね、渋谷のロフト9で、ライブイベントを、
皆さんにお越しいただけるイベントをやろうと思ってまして、青木さんも、あ、はい、なんか望月さんから電話かかって、電話だっけ、 LINE が来て、 LINE じゃなくて、ね、ショートメールが来て、その日開けてくださいって、望月さんのご利用しで、ご利用しで出ていきたい。また宮台真理さんとですね、田中裕子さんにもお越しいただきますので、またその案内もこれから皆さんにお伝えしていきますので、ぜひそちらにも関心を持っていただいてご参加いただければなと思っています。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。